はい、こんばんは。2017年、2017年9月の20日4時30分です。よろしくお願いします。あれ、なんか吹かれてんな。お疲れっす。クロさんいらっしゃい。今日はどんな一日でした？退屈でしたね。ひたすら退屈でしたね。気が狂いそうです、僕。退屈すぎて気が狂いそうですね。てかジェダイさんすげえな。めちゃめちゃ稼いでるな。何があったの、ジェダイさん。すげえな。何がどうなったらこんな稼いでんだ。
いやー、何があるかわかんねえよな、ほんと。ジェダイさんが今100万以上稼いでんだもんね。一発逆転でしょ、完全に。やば。日本でも配信でほんと億稼ぐやつ出てきそうだよね、マジで。コメントあんまないんで珍しいですね。久々すぎてあんま現状把握できてないんですけど、半年前から今までのハイライトを軽くお願いできますか？ステゴロっていう格闘技のイベントに出た。以上。あと暇。以上です。それくらいかな、ハイライト。半年間でしょ？食えるようになった。捨て頃に出た。負けた。以上。それくらいかな。コメントあんまないっつうか、30人しかいないからね。激過疎だからね。これから人集まるんだろうけど。人がいないっていうのが珍しいよね。こんだけ。こんだけしかいないからね。もう少し細かく。いや、そんなもんっすよ、ハイライト。別になんもないっすね。なんもないっす。ヨロですって言われてもないかな。本当になんもない。なんもないっすね。別に。これといって変わらない日々です。なんか面白いことがあったら話したいぐらいですね。でも人間の人生ってそんなもんだよ。半年で面白かったことを教えてくださいって言われても1個ぐらいじゃない？半年で1個あったらいい方だと思うよ。そんなもんでしょ。なんか何かやった記憶がないもんね。まあ高尾山から新宿まで歩いたとかあるけど、ただそれだけだからな。なんかドラマチックなことなんか全くないっすね。全くないっす。この半年で何にも成長してないってことは。まあそんなもんだろうね。なんかありました？黒さんは。なんもないっしょ？人生が一変するようなさ、すげえ人生変わったわみたいなことあります？ないっしょ？多分そういうもんだと思うんだよな、人って。そんなに劇的に変わるようなことっていうのはあんまり起こらない気がする。わかんない。激動の人生歩んでる人がいて、世の中には。そういうのもあるかもしれないけど。いや、わかんないんだよね。なんか知んないけど、バグったんだよね。
なぜ途中で終わったかじゃなくて、なんか勝手に終わったっぽいんだよね。勝手に、いや、配信は続いてたんだよ。で、50人あった閲覧が7ぐらいになって、なんだこれと思って、よく分かんなかったわ。何だったんだろうね。ありますよ、パチスロ。あります、あります。ありがとうね。明日ゴミ？え？ゴミ箱はいっぱいある。パチプロになれそうに見えてるんですけど、あんまそっちは惹かれなかったんですか。どこをどう見て俺がパチプロになれると思ったの？パチプロ？どこをどう見てそう判断したの？てかパチンコで飯食いたいと思ったこと一回もねえわ、マジで。辛いだけでしょ。進行職業にしたいと思ったことは一回もないね。辛い。辛いし、儲からないし。絶対嫌だ。頭の回転いいかどうか。頭の回転良かったらパチプロなんかやらないでしょ。もっと他のことに使うと思うぜ。だってさ、一日13時間以上働いて、で、多分月収4、50万ぐらいしか稼げないの、マックス。で、下手したら赤字食らう可能性の方が高いわけでしょ。よっぽどのことがない限り。やらないよね、パチプロなんか。辛いだけじゃん。めちゃめちゃ効率悪いと思うわ。超ドブラック企業だと思うわ、パチプロは。頭の回転早くないよ、俺。全然。むしろ頭悪いよ。頭悪いから配信やってんだよ。ドブラックでしょ？めちゃめちゃ大変でしょ？パチプロになりたいと思ったこと一回もねえわ。ライター、パチスロライターはちゃんと産業の人だと思ってるかな。まあ食える保証もそれでもないけど、全然ないけど、プロだとは思うよ。うん、ライターとかはプロだと思う、うん、ただなんだろう、それでもライター、パチスロライターやりたいかっつったらやりたくはないかな、別に。ただスロット好きな人だったらいいと思うの。
好きな業界にいて給料もらえて最高だわってなるけど、俺基本的にその自分の興味ないことをやることっていうのは意味のないことだと思ってるから、興味ないことはやらないっすね基本的には。まあ仕事でもらえたらまあやるかな。まあ例えばそのスロット打つ配信やってくださいよって言われたら、まあギャラ次第では、あいいっすよって普通にお仕事としてはもらうけど、それで食ってきたいとは思ってないかな。実績を作りたいからそれに参加するだけで、こういうお仕事ももらってますっていう、パチスロライターでやっていきたいっていうのはないっすね僕は。どちらかっていうとスロットは何だろう、金を使いに行く場所だと思ってるんで、どうやって負けるかだと思ってるんで興味があることは何だろう、そのやっぱり面白い人が好きなんですよ。変わってる人って言ったらいいかな、なんかあとすごい人みたいなのが好きで、人に関心がありますね。面白い人に出会いたいなと思ってて、あとなんだろう、漫画とかかな、やっぱり面白い漫画とかに出会いたいなとか、面白い作品が出会いたいなっていう願望はありますね。なんか面白いもんねえかなみたいな、それくらいかな。そうなんだ、まあ人ですかね、面白い人に会いたいっすかね、人です、人が全てだと思ってるんで、面白い人間に会いたいですね。周りに多いんじゃないです、そうでもないですか。なんだろう、超ワクワクする人に会いたいですね。なんかかっこいい人が好きですね。かっこいい人が好きですね。初見さんいらっしゃい。
ていいんじゃ。でいいんじゃってなんだろう。いや、一種は面白いでしょ。いや、あのね、石野がよく言ってるけど、結局メンツで面白い人と面白い人が喋ったら面白くなるに決まってんの。だから面白い人間なのにつまらない人間が絡むとつまらなくなるよね。なんでこの理屈が分かんないんだろうっていうか、本当に石野が面白いのか面白くないのかっていうのは結構その自分に問いただした方がいいんじゃねえかっていう部分って結構あると思ってて、面白いやつと面白いやつが絡んだら面白くなるじゃん。でもつまらないやつと面白いやつが絡んだらつまらなくなるんだよね。だからプラスのやつとマイナスのやつが掛け算しちゃうとマイナスになっちゃうじゃん。そんな感じ。いや、まあマイナスとマイナス掛けたらどうなんだろうみたいな。うん、石野は文字の相性良くないよね。コメントってことでしょ。でもね、俺も向いてないよ、コメントとの相性。あのね、なんか何言ってるか分かんないもん、コメントじゃ。文字で何かを伝えるのってめちゃくちゃ難しいし、リスナーさんって焦るんだよ結構。その早く伝えないと、早く伝えないとで、結構ね、的確なコメントってないよ。無理だよね。何かを伝えようとするのに、コメント、会話とコメントだと向いてない。リスナーさんと話をするっていうのは不可能に近いと思ってる。もうリアクションだと思ってるね、俺は。だから、ああ、こういう感じなのかなっていう雰囲気を読み取って、そこに向かってトークぶっ込むみたいな方がやりやすいっていうか。あ、でしょ？うまく伝えらんないでしょ？いや、そういうことじゃないんだけどなっていうか。でも客観的に見ると、まあそうなるよなって気づかされるしさ。あ、そうだよねみたいな。それは伝わらないよね、このタイミングでって。だからタイムラグがある時点でもう話がポン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 話題が切り替わっていくし。だからね、結局一人語りをしてる方がね、配信は向いてんだよ。コメント読めとか言うけど、うまくいってる人ほど読んでないよね。読んでるふりをして自分語りをしてるの。そういうもんだと思ってる。そこに気づいたのが3年目ぐらいかな。コメントに一回一回答えるんじゃなくて、あ、こういう雰囲気かって言って自分語りを続けるって感じ。そういう人の方が向いてるよね。いや、だから、いや、わかるよ。その無理だろうなっていうのが、文字で伝えようとしても無理だなっていうのがわかる。うん。だからね、会話のツールとしてはね、やっぱ難しいよ。なんか、例えばモールス信号とコメントでやり取りしろっていう感じだったらさ、いや、やりづれえわってなるでしょ。そういうのに似てるかもしれない。だから電話、だからね、簡単に言うと、じゃあ、うまく表現しようか。みんなは電話で喋ってるんですよ。片方の相手に。で、片方の相手はなぜか音声がなくてメールでずっと返すみたいな。やりづらいでしょ。それを200人とやる感じ。200人の前にスカイプ電話で200人に喋んので、200人はメールをするの。これがまさに生放送じゃん。やりとりって不可能なの分かるでしょ。難しいでしょ。だから結局雰囲気を見ながら、コメント欄眺めながら自分語りしかない。うまくいく方法は。過疎だったら可能だけどね。ゆっくりゆっくりやるっていう。でもまあ、なんか、電話で話した方が楽っていうの分かるでしょ。言いたいことあるんだったら電話かけてくればっていう気持ち分かるでしょ。きついわっていう。コメントを一つずつ拾う人に限って、少し前の流れ覚えてなくて、そのことを突っ込んだことが変な空気になったり。ああ、コメントを一つずつ拾う人って、脳を一回一回切り替えてんの。で、例えば複数人の会話なのね。だから、脳が、だから何十人も相手に話してるから、次の話題、次の話題って処理をしていく感じは、一個一個に、なんか、フリップで、はい、お題、はい、お題ってやってるから、
タイムラグで突っ込まれてもどの話題って、多分ね、その突っ込みのコメント入れてる間に本人はワンツーマンで話してるつもりなのよ。でも相手200人に対してにやってるから、一ボケ一ボケ一突っ込みとかやってるわけじゃん。で5個ぐらい前の会話で、いやそれないでしょとか言われても、何の話ってなの。だから向いてない、そのやり取りとかツッコミとかボケとか、その複数のは無理、絶対無理。うん、鮮度があるっていうよりも多分ね、リスナーの目線とやる人の目線ってだいぶ違う、全然違う。でみんな 見る側の目線だから、やっぱりで結構上手い人の慣れちゃってんの。大手さんばっかり見てるでしょ、中堅とか。あれってスキルめちゃめちゃあるんだよ。でしょ、まさにその通りでしょ。過疎の人っていうのは人数が少ないし下手だから過疎なのよ。だけど200人相手に維持させながら全部をさばいて面白くするって結構難しいよ。面白くするっていう言い方も変だけど、なんか聞けるものに変えるっていうのかな、全員が聞けるものに変換しないといけないから、今日の衣装に結構臭かったんですね。でもまあしょうがないでしょ、風呂入ってないんだから臭いに決まってるじゃん。ディスとかじゃなくて、それ臭くなるよ。だから本人だって風呂入りたいわけだから、それをあえて言ってもしょうがないよね。ネジを回だからそれを面白く言ったわけだ。それはやれネジを回せだの回すだの回さねえだのこのネジじゃないだのっていうのを俺の体感をみんなに分かりやすく届けたわけよ。亜生さんの家お風呂ないっすね。どうしたら欲を肯定できますか。欲肯定派なんだよな俺。結構欲肯定派だわ。なんかその人間が生きていく上で欲が全てなわけじゃん。欲深いわけですよ。でブッダは欲を苦しみの根源だって考えたんだけど、逆に言ったらその人類の発展っていうのは欲がなかったらないなかったなっていう風に考えるから、欲も使い方なんじゃないかと思ってる。俺は結構欲っていうのはうまく使うとパワーになるっていうか、いいことに使えるんじゃないかっていう風に探りを入れてるタイプかな。いやみんなそうでしょ、欲がないと生きていけないでしょ。食欲とかを否定すること無理じゃん。性欲もねやっぱり無理でしょ、超越できないでしょ、だと思うかな。なんかその欲とうまく付き合っていく方法が重要なんじゃねえかなみたいな、まさに欲を断ち切ったらねダメだよね、死ぬよね。食わなくていいって意味が分かんないもん、ね、欲とどうやって向き合っていくかだよな本当に。受け入れ方っていうか捉え方っていうか使い方とかね、なんつうか、欲を、自分の中で処理できるうちはいいけどね、難しいんだ。いや、なんだろうな、欲、いや欲がなくなってきたっていうかね、もう退屈なんだよね。だから欲があるのって幸せだと思うんだよな。なんか欲しいものもなくなってきたし、有名になりたいみたいなやつ羨ましいっていうか、
金欲しいみたいな人が羨ましいっていうか、絶対パワーあるよね、そういう人。金が全てじゃーみたいな人羨ましいよ。なんかもう、じいさんみたいにだれてきたよね。ちょっとトイレ行ってくるわ。いやー、惰性になってきくるよね。いやー、もう本当に良くないなーと思ってて、もっと貪欲になりたいもん。やばい退屈だもんね。もっとこうパワフルに生きたいよね。いや、年取ることだけじゃないと思うけど、なんかこう毎日新鮮な気持ちでやるっていうのは大事だよね。何なんだろうね。難しい。なんか、イチローの今日対談みたいなの、対談じゃなくて、そのドキュメンタリーみたいなの、4本ぐらい見たの。ね、イチロー好きで、野球嫌いなのにイチロー好きなんだよね。なんか、共感できるっていうか、すげえ考え方、俺と似てるっていうか、イチローが言ってることわかるんだよな。すげえわかるよ。例えば自分で作詞作曲とかしてみればやってるよ。なんかね、なんだろうね、なんか楽しいみたいなことだよね。楽しいっていうことをやりたいよね。なんかね、そんなことってあるのかな。ヒャッハーってなりたいんだよね。すげえ楽しいことやりたいよね。難しいね。退屈、なんかもう鬱っぽくなるからね。俺の退屈病結構ね、病気がこう悪化する感じの。イチローはかっこいいなぁ。なんかフォローありがとう。ラッパー、俺インフメなんよ。ラップも聞かねえしな。ラップ好きな人好きだよね。もう全然ラップにはまらなかったね。ラップ好きな人好きだよな。ラッパーになってほしいの。なんで？韻踏まなくても大丈夫なの？なんで俺にラッパーになってもらいたいと思ったの？ 俺からすると、なんだろう、わざわざジャニーズ入ろうよみたいな話に聞こえるんだけど。 俺ラッパーっぽくねえだろ。どうしてラッパーだと思った？あ、そう、感情とかを理論的に話すっていうかね。そう、すっごい客観視してるよね、あの人。
それすごい冷静なんだよね。あれびっくりするよね。大丈夫かなってなるよね。わかるわそれ。なんだろう。なんかいいよね。鈴木一郎ってなんかいいよね。なんだろう。鈴木一郎って。俺好きだな。俺は一郎が言ってることなんか共感できるかな。すげえかっこいい。ラッパー自分のオリジナルの言葉を音楽に乗せて発信する。まあまあまあ、それはそうだね。まあそうだよね。自分の言葉を音楽に乗せて、わかる。理解できるよ。でだ。で。オリジナルの言葉。オリジナルの言葉。和道さんなら和道さんにしか書けない歌、つまりライムがありそう。あのね、それね、本当になんか偶然な話なんだけどね、今日朝そういう夢を見たの。配信者も自分にしかできない配信やってんだよね。そう、俺悟ったんだよ今日、目が覚めた時。いや、オリジナルを作る必要なんかないっていうか、何やってもオリジナルだからってなってんの。だって俺の真似なんかできないぜ、誰も。世の中の全ての人で何がオリジナルを作らなきゃなんだろうっていう風に感じれて、俺がただそこに存在するだけでオリジナルなんだけどみたいな。わ かる。俺がこの場にいて、この配信をやってて、みんなに聞いてもらってるだけで俺のものじゃ。で、別に気取る必要なんかないんだっつ。CD にしなきゃとか、テレビ出なきゃとか、なんか、流通に乗っかんねえととか、書籍化しねえととかじゃなくて、ただここでこうやって喋ってるだけで、俺にしかできないことやってんだよな、みたいな。書きかけの歌。酔ってる、ぶってるって書きかけの歌。だから、なんか、俺は表現ってそういうもんだと思ってて。かけの歌。酔ってるぶってる。歌詞を読めばいいの。歌詞を見ればいいの。でもそれは俺だけのことじゃなくて、みんなもそうだと思ってるんだよね。世間を知らず、常識もなく、拳銃を持つ勇気もなく、つまずき、膝をはたいて生きてる。愛が分からず愛を歌って、無能だと認めようとせず、懲りずに愛をたたえて歌を書く。一粒の雨が降ればいい。君の頬に落ちて銀に輝き。書きかけの歌の中で、僕を死ぬほど憎めばそれでいい。一言の嘘をつけばいい。そっと唇動かすだけでいい。書き上げた歌の中で、僕を愛するふりをしてる君。宮沢和志っていう人、この人かな。古い曲じゃない。歌を聴いてほしい。ああ、まあ今はちょっと配信中だから聞けないけどね。詩人もラッパーも俳人も落語家も一緒。いや、全員そうでしょ。タコスケもそうでしょ。なんかその、なんでそのに日本人とか人間はっていうか、人間はその肩書きに左右されるのかっていうか、生きてるだけで、飯食ってるだけで、この世に存在するだけでオリジナルじゃん。
何をそんなオリジナルって認めてもらいたいのか俺にはよくわからなくて。ただ存在しててオリジナルじゃねえかって。ペオヘオ。ただこうやって会話してるだけでも、何でもそうだし。何をそんなに周りから認めてもらいたいのかわからないっていうか。その俺がよく言うのが、型破りなことをやろうとするやつっているじゃん。で、型破りって、型があって、要は基本があって、それを破ることを型破りっていうの。わかる？型をマスターして型を破るからかっこいいの。わかる？基礎を収めて基礎を超えることを型破りっていうの。で、型破りなことをやろうとしてる人ってほとんどが型なしなの。型がない。ただ好き勝手やってるみたいな。わかる？ 型破りと型なしは全然違うんだけど。型なしのやつが型破りを語ってるときクソだせえっていうか。いや、だからね、その配信っぽくないと思うよ。俺配信に向いてるか向いてないかで言ったら向いてないよ。なんか過疎だねとかつまらないねって、そうだね、君にはわからないねって答えてるの。でも、果たして俺が面白くないのか、君が面白くないのか、どっちなんだろう。君の感受性の問題かなって、俺の発信力の問題かなって。これって深いんだよ。つまらないものでも双方が愛し合って面白い面白いって言ったら面白くなるんだよ。受け手の問題もあるんだぜっていう。そうなんだよね。型を覚えて型破りだと思ってるから、俺は。型を覚えてないやつはただの型なしでしょ。君は型破りなのか型なしなのかっていう。俺は結構型は大事だと思ってるから。そう。だから分かんない人には分かんなくていいし、分かる人には分かればいいっていうか、本当にそれは思ってるかな。分かんねえやつには何言っても分かんないっていう。で、分かんないやつに説明するほど暇じゃないっていうか。そう、好きなようにやるのと身勝手にしかできないのは全然違う。超いいセリフだね。本当にそう。本当にそう。だからその、自由を履き違えるなってことだよね。自由を履き違えるなっていうことだよ。本当にそうだね。いや、好きなことやるって難しいよね。本当に。好きなことやるって本当難しいよ。すげえ難しい。それをでも手に入れたら本当に無敵だからな。好きな人、これだっていうものを見つけた人は幸せだよね、本当に。なるべく、本来は10代ってそういうものを探す時期だったんだけどね。10代のうちに見つけるために与えられた、その国とかさ、要は犠牲で子供たちに与えられた天国みたいな時間だ。あとは成人したらそれ一本でやっていくっていうのが普通なんだけど、本来は学校で教えないといけないんだよね。学校に通ってる時間とか、義務教育の時間とか、20歳になるまでの時間って何なのかっつったらさ、お前の生きたいものを決める時間なんだよってさ、誰かが言わないとダメだよね。もう、社会出たらそんな暇ねえぞっていうか。だから好きなもん必死になって探せよっていうか。じゃないと苦労するじゃん。好きなものが見つからないって本当地獄だぜ。本当に。一生後悔するもんね。先生教えてくんないよね。好きなもの見つけた方がいいよね、早いうち。なんか学生とかに会ったら言うもんね。好きなこと見つけた方がいいよって。ほんと。今のうちにいろんな本読んだり、いろんな人に聞いたり、いろんなものを見たり、もうとにかくがむしゃらに吸収しまくった方がいいよね。全部ね、見て感じて。だね、マキクロードのセリフでかっこいいのがあるんだよね。初めて買うおもちゃがスーパーファミコンか、スケボーじゃない、サーフボードかで人生変わるぜって言ってんだけど、本当にそうだよね。
子供の頃親がスーパーファミコンを買わせるのか、サーフボード買わせるのかで全然違う人生になるよね。本当に。そうなんだよね。いやー、それはそうだなって思ったよ。いや、別に本当に当たり前のことなんだけど。もう。さあ、どっちを買い与えるかで、その後の人生が大きく変わるんだよね。で、どっちが正しいっていう話でもないじゃん。どっちが正しいって話でもないよね。だけど、俺はその意味が分かったよね。その意味が分かったよね。ね、要はね、他人の人生生きても面白くねえんだわ。漫画読んでも、映画見ても、なんだ、ゲームやっても。人が作ったシナリオなんだよね、それ。自分の人生ではないんだよ。面白いって錯覚するだけで。ゲームを作ったやつが面白い。アニメを作ったやつが面白い。漫画を描いた人が面白いだけでしょ。いつかそこに気づくんだよ。やばって。これ俺が面白いんじゃないわって。ワンピースが面白い。ねえ、ワンピースを読んでる俺が面白いと思ってたわ。違うわって。尾田先生が面白い人なんだって。だから尾田先生は儲け続けるわけじゃん。富樫先生も儲け続けるわけじゃん。それに気づいた時の絶望感って半端じゃないよね。あ、俺面白いものを知ってる時、俺が面白いと勘違いするっていうか。俺は発信する側っていうか、アウトプットが全てだと思ってて、なんつうんだろう、インプットする喜びも大事なんだけど、半々を意識してるかな。アウトプットするのとインプットするので、インプットするのは何のためかっつったら、アウトプットするためだけだと思ってて、アウトプットのためのインプット、インプットのためのアウトプットなんかない。全ては表現、表現のために生きてるわけだから。表現のためにそのインプットを続けるっていうか。配信しなかったら意味ないもんね。配信しなかったら発信か。発信しなかったら意味なくない？あ、別に俺かそってても気にしてねえから全然いい。楽しかったらそれでいいから。マジで言ってるよ。全然かそ問題ない。いるメンツが楽しかったら全然大丈夫。表現者なのかな？どうなんだろう。表現者なのかな？わかんねえけど。あ、全員が全員表現者だと思うけどね。ラップ？ラップね。逆になんで俺の放送がラップじゃないのか教えてほしいわ。こうやって音楽をね、ビートを流して普通に喋ってるんだから、これをラップじゃないっていう方がよくわかんねえ。和道さんのライム聞いてるでしょって。別にこれをラップだって言ってもいいわけでしょ。絵だって言ってもいいし、映画だっつってもいいわけでしょ。配信って、なんでそこにフィルターがかかるのかわかんないよ。絵でもあり、映画でもあり、なんだろう。すべての情報量の中で今一番最先端なことやって、情報量が一番多いことやってるわけじゃん。即興芸でもあって。これ以上の表現があるの？なんでラップにわざわざ限定させるの？音だけに絞らないといけないのかっていうか。でしょ？ラップの上位概念をやってるわけじゃん。今、現代の最高峰の技術と最高峰のテクニックと最高峰の俺がいるんだから、それでよくねえか、みたいな。でしょ？だから今、ラップ聞いてること、ラップじゃない、配信聞いてることに誇りを持った方がいいよね。最先端にいるんだっていうこと。で、配信が人集まらないのは最先端に気づいてないだけでしょ、周りが。一番の娯楽だと思うよ。
究極の娯楽だと思うよ。なんかそのトークすることが表現じゃないと思われてるからな。そこはなんか価値観変えたいなとは思うけど。よくわかんねえよな。あ、たまに1ヶ月に1回ブロック解除はしてるけど、おはよう。めんどくさかったらブロック入れるよ。まあ、いつも言ってるけど、俺はめんどくさい人嫌いだし。マーケットは既存のカルチャーに乗せることが全部じゃ。そう。で、まさにね、結構自由にできるのが俺は配信だと思うし。すごい表現の幅広いと思うけどね。何でもできちゃうっていうか。すげえいいと思うんだけどな。なんか何かにこだわる必要はない。ビートあるかな。ビート、この音楽でいいの？ビートは。この音楽でいいの？これでいいの？これ乗せづれ。これ乗せづらいけどいいの？ああ、イエーイ。これでいいの？うるさい？ラップが好き、ロックが好き、パンク、ミクスチャー、R&B、 ジャンルにこだわり、わけわかんねえ、ヨーヨーヨー。はい、終わりな。ダセーだろ。ダセーだろ。だかららしくないことをやるとこうなるんだよな。らしくないことをやるとこうなるんだよ。事故るんだよ。わかる？配信者は配信をさせてた方が一番かっこいいんだよ。はい、終わりだよ。はい、終わりだよ。こうなるんだよ。びっくりするでしょ？文化や商業ベースにするには元からある融資参加財力が必要だけどな。アホにはわからんだろう。ごめん、何言ってるかわかんねえわ。アホだわ俺。あーねえねえ、タケさんね、自分語りをするつもりなら配信者になった方がいいよ。あの、正直、タケさんの意見とか俺聞いてねえから。あの、申し訳ないんだけど、あの、俺別にタケさんの意見聞きたいとも思ってねえんだわ。で、自分語りをしたいんだったら、ブログ解説するとか、YouTuber やるとか、なんか俺すげえアピールをやって、ファンを集めればいいんじゃないかなと思う。ここはそういう場所じゃねえわ。悪い。ちょっと場違いだわ。それはそうでしょ。で、別にその俺何言ってか、タケさんがその文化や商業ベースがどうのこうのっていうのよくわかんないけど、
なんかその自分語りはいらねえわ。表現するんだったらなんか自分の場を作った方がいいと思う。おはよう。情弱ちゃんなのかネカマちゃんなのかどっちで呼んだ方がいいの？情弱さんかネカマさんどっちがいいっすか？ラップね。なんかラップにこだわんなくてもいいっていうか、極端な話なんだけど、かっこいいやつがラップやったらかっこいいんだよ。で、かっこいいやつが漫画描いたらかっこいい作品できるの。で、かっこ悪いやつが漫画描いても映画作っても何やっても何もダメだと思ってる。結局かっこいいんだよ。何やっても。情弱さんでいいの？ OK。多分和道さんもこれやりてえと思う。まあ、酔ってるぶってよね。配信業の文化や産業についてのコメントがあったから、追尾で配信しただけどな。そんなコメントあった？ああ、タコスケさんの配信という形は商業ベースで文化としてまだ育ってないだけに対して、文化や商業ベースにするには元からある有資産家の財力が必要だけどな。そうなんだ。リプ飛ばしていいかんね。ラップ作ってネットに放り投げてほしい。いや、だからさっきも言ったんだけど、ラップをする必要があるのかっていう問題があるわけよ。じゃあ、俺がこれ暇つぶしでやってんのかって言ったら、そうじゃない。まあ、暇つぶしは暇つぶしなんだけど、表現として俺は配信家を選んだわけじゃん。ごめん。俺目悪くて。財力じゃなくて、助力？中産家の助力？助けが必要ってこと？まあ、何が言いたいかちょっとよくわかんねえわ。前のタコスケさんの言ってることはわかるんだけど、タケさんが何言ってるかごめん、ちょっとわかんねえわ。多分頭悪いんだろうね、俺。ちょっとよくわかんなかったわ。なんかラップ作ろうっていうのはないかな。ラップうめえやつがラップやればいいと思ってて、ラッパーより俺喋りうめえんだよな。ラッパーより配信うまいから、まあ配信でよくねっていう。なんつうんだろう。じゃあ、オッケーオッケー。ウサイン・ボルトにね、お前足早いからバスケやんねみたいな話に聞こえる。わ かる？ ウサイン・ボルトにお前足早いなって。バスケ向いてるわ。バスケ部来ないみたいな。いや、俺プロのランナーなんだけど、みたいな。おめえより稼いでるわ、みたいな。いや、俺、ランナー楽しいし、みたいな。わかる？なんとなく。さっきのライム感動した。いや、ライムなのかな？わかんないけど。喋ってた方がいいと思うよ。わかるぞ。だから、ラップをやりたいっていうのはないよね。ラッパーはかっこいいし、ラップ好きだけど、ラッパーになりたいとは思ってないかな。配信歴5年目かな。4年が終わって5年目に入ったね。4年と2ヶ月だから5年目っすね。いや、3年何かを続けてたら俺は語っていいと思ってて。有段者だと思ってるから。まあ、さすがに黒帯だよな。さすがに黒帯は入ってると思うよ。配信は黒帯名乗れるわ。おい、匠さん、おはようございます。配信は名乗れるでしょ、黒帯は。1ヶ月だいたい200時間ベースかな、今。1ヶ月200時間。220か。まあ、220でやってみようか。1ヶ月220ね。多分もっと多いんだけど、少なめに見積もるわ。かける12は、かける、4、かける、そうやな。これでやるとまずい。12ヶ月かける、4年、多数2ヶ月だから50ヶ月かける220は、
1万1000時間。ちょうど1万1000時間。1万1000時間パソコンに向かって喋り続けた。すげえな。ふわっち運営がワドに力注いだら放送盛り上がると思う。思わないね。思わないっす。万人受けするとは思わないし、ふわっちの運営が何かを注ぐっていうことは不可能だと思ってんの。そうじゃなくて、一番大事なことって、俺はファン層だと思ってて、俺のリスナーがどんなリスナーかで俺の人生変わるだけだと思ってて、俺はそこかけてるかな。見守ってるっつうか、強制もしないし求めないけど、俺のリスナーはどんなリスナーがつくんだろう。で、そいつらが俺の人生変えると思ってるから。で、俺はその機会をずっと作ってるだけだね。いや、部屋おしゃれなの便所太郎さんかなとは思ってるけどね。まだまだスタジオは完成してない、このスタジオは。俺はなんつうんだろう、本当にその配信が盛り上がるかどうかは、リスナーさん、本当客層だと思ってるね。ハーバード大によると、ほう、1万時間やると天才の域に入る。あ、でも親父から言われたね。本当に狂ったようにやってれば、一流の人間にはなれるって。ただ超一流は神に選ばれた存在だ。一流の人間になれって言われたね、親から。超一流を、あと理解できる、語れるのは一流の人間だけしか資格がない。一流の人間には誰でもなれるって。まあ1万時間やったら天才の域に入るっても、面白いね。1万1000時間超えたね。まあ超天才ではないね。まあでも配信で天才って呼ばれてもいい頃だよね、正直。周りからそういう評価になってるわけだ。いや、10万時間やるってことは、あと10倍やんのか。きついな。あなたのリスナーなど、な、リスナーなどんな、リスナー、あなたのリスナーな、どんなリス、な、どんなリスナーかで配信主が変化する。それが文化と商業。ああ、なんかめんどくせえな。ごめんごめん、なんかめんどくせえわ。なんか、めんどくさい。親父は一流だったからね。まあ、名人だろうね、業界的には。ただ、そのトップスタープレイヤーも、知らない人いないとか、金林さんとか石川紀之とか、うなちゃんマンかって言われたら全然違うから。まあ、だから、その、プロには入ってるけど、知らない人は知らない、知ってる人が知ってるぐらいだろうね。いや、めんどくさいでしょ、このコメント。考え面倒っつうか、なんつうんだろう。何をそんなややこしく言う必要があるのかっていうか、なんかシンプルに、なんつうんだろうな。なんか文化と商業の上げ方、有資産家の助力のそれと同じが、何の話をしてるか全然わかんなくて。なんかいきなり俺の放送に来た料理人が、お前の考え方はなんか煮卵に似てるなって言われてる感覚なの。なんか煮卵の作り方と和道の放送はそっくりだよって言われてる感じで、あ、そうっすかみたいな。めんどくさくし、よくわかんないっすねみたいな。そういう感じ。そう。なんか別に、だから自分語りをしたいんだったら自分の枠でやってくれって感じだよね。和道の放送は煮卵なんだよみたいなさ。ああ、アイテムありがとう。なんかそんな難しく考えてないし、自分の放送。合ってるでしょ。なんかそういうことでしょ。なんか、よくわかんないっす。たけさんの言ってることはよくわかんないっす。まあ、俺のこと褒めてんのか、けなしてんのか、何なのか全然わかんない。めんどくさい。意思を持って1万時間ならまず天才になってるよ。まあ、だから普通の人と比べたら天才だろうね、配信に関しては。いや、それはそうだろうなとは思うけど、ただ、上がいるからいっぱい。簡単に物事を語ることは難しいのかもしれない。まあまあ、そういう人なんだろうね、たくさんは。なんか、俺はよくわかんないな。俺はよくわかんない。
なんかもっとシンプルに行きたいっていうか、その、なんか俺、なんかうんちく語りだと思われてんのがすごい嫌で、結構直感型っていうか、なんか感性型なんだけどなっていう、感性型なんだけど、その、なんだろうな。感性だけじゃ物事うまくいかないから理論武装してるだけなんだけどな、みたいな。なんかもっと感性を見てもらいたいっていうか、感覚で生きてるんだよね。そう、女の人の方、そう。たけさんの言う通り、それはわかるわ。それはわかる。そう、女性的なんだと思う。だからね、俺のこと女だって見るとね、中身女なんじゃねえかっていう風に見ると多分見方変わると思うんだよね。結構女っぽいんだよ。男らしくねえなーとか俺に言ってくると、俺の放送見たことあんのかなって思う時あるよ。俺が男らしかったこと一回でもあったかみたいな。何を求めてんだろうこの人はって。ずっと女々しいままやってきたんだけどなって。俺はなんかその女性の方が素晴らしいと思ってるし、すごい女性的かな。危険を感じて逃げるのは天才的。ああ、何？ミュウツーのこととか言ってんの？いや、逃げてるとも思ってねえけどな、あれは。なんだろう。関わっても意味がねえと思ってて。何のことを言ってるのかわかんないわ。危機を感じて逃げるのはっていう。疎通もチュンリーが好きだね。おはよう。考え方的には女性的だと思うけどな。なんだろうな。じゃあなんで金を払わないでこいつは俺に会いに来るんだろうっていうのが本当に腹立って。なんか金を払わないで俺に会えると思ってる人に全員に対してそうなんだけど、なんでそういう非常識なことを。いや、タバコは買うでしょ。別に。外でワーワー騒いでたけど。別に逃げてるっていうよりも金用意しない理屈がわかんないんだよね、俺からすると。なんであいつが俺に興味持ってて、俺があいつに興味持ってるっていう思考になるのか俺には理解できない。俺が興味、例えばカオスは会いたいって言ってるじゃん。で、カオスが別に、いや、金払わないと俺には会えないよって言ったら、その値段と天秤にかけて考えると思う、本気で。あ、1時間いくらかって。で、買う価値あるわっつったら俺多分払うと思うの、カオスに金を。で、いや、ただでもいいよ、和道くんならって言ってくれたら、あ、そうなんだって思うし、俺が興味ある時はそうなのよ。で、いや、10万だわ。例えば俺、ホリエモンと会うの100万円だよって言われたら、まあそうだろうねって思うのよ。堀江さんクラス、ひろゆきさんクラスとか、100万円とか言われても。で、俺3万円っつってんの、1時間。で、払わないで会いに来るっていうのがよくわかんないよね。すれ違って会ってもお金いりますか？程度によるかな。要は、俺よく会うんだけど、街中歩いてると、和道さんですよねって言って、で、俺は結構快く答える方なの。で、パッと。で、俺のリスナーさんってよく、やっぱ人間ができてて、俺の放送見てる人ほどやっぱり、ありがとうございますって。ありがとうございますって言って、もしくは写真撮っていいっすかって言って、もちろんいいっすよ、つって。パッとやっぱ去るんだよね。だからそういうので金を請求したりはしないよ、そこは。やっぱりその、俺もね、ファンに食わせてもらってる身だから、なるべく答えたいっていうのあるけど、今から喫茶店行きませんかって。今からちょっと小一時間どうすか？それは金払えって言うよね。ごめんって言うよね。和道アンチでしか枠取れない配信主。ああ、まあまあ、そうなってるよね。金の出し、え、金の出し、聞き。
なしで合う合わないとか親近者とかだろうな、和道の感覚だと。俺はだから俺から用がある人に関心があって、俺に会いたい人は俺にとって他人なのよ。わかる？いや会いたいんだよ俺はって言われても、いやそうなのって、俺君のこと知らないしなって、うん、でその結構嫌な思いをいっぱいしてるのよこの5年間の間に。本当に言葉にならないような嫌なことっていっぱいあったの、言いたくもないようなこと。でその経験則から言ってるのよ俺は、うん、もう金取らないとダメだと思ってんの本気で。いやそれね多分ね有名じゃないからなの、変な言い方だけど。カオスね、あのね本当ね、それはね まだ経験してないからなんだよ多分なんだけど、俺と同じ結論に至るよ、あのもう本当に俺と同じ結論にみんなが至ると思う。有名になったら経験してないから。そう俺も最初そうだったの、無害なら OK とかみんなに合ってたの。だけどねこれは真理なんだよ本当に。3桁の恐怖とかじゃないのよ。要はね、要はただで会うともうリスナーじゃないと思い込むの自分が、リスナーさんが。なんで連絡くれないんすかとか断るたびに言われたりするの。なんで俺が連絡しないといけないのかよくわかんないの。だって普通に会う、ま、前まではそんなこと言わなかったんだよ。一言くださいよとか言うの、なんで一言するんだろうみたいな、うん、そう有名になると、そう距離感の勘違いがひたすら生まれてきて、でいやしませんよって言うと見損ないましたってなるのよ。でそれで離れてくのよ。だから囲いは嫌いなの俺。囲いほど会いたい会いたいで、会って時間割いてファンサービスだ。だけどなんでこんな冷たいんですかみたいな、僕はこんなに思ってるのにっていう、そのギャップっていうのが、そうファンサービスをすればするほど俺は損だって考えてるから。だから明確にもう3万円払う関係ですよってやってんのよ。ブリコが誰か分かんないけど、そうだから逆に言ったらファンのことを考えてるの。あなたはファンでいた方が幸せですよって、俺に3万円払う距離感が好きなんだからっていう、うん、だって例えばさ、そのいつも違和感感じるのが、もう要はもう3年4年来の付き合いのノリで来るのよカオスね。3年4年来の付き合いで来るのがっちり。俺初対面なんだよ、埋められないんだよこの壁は。で向こうも飯食ってくると仲いい友達だって錯覚するわけじゃん。俺からすると2回しか会ってない人、3回しか会ってない人の親友ぶられても困るでしょ。わかる？このギャップ、どん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 来るのよ。いや困るんだよ本当に。俺はだからもう金取る明確に。いやでもそれはしょうがないよね、毎日見てるからね。それはしょうがない。いやまあそれが配信っていうよりも、だから金取ろうって、そういい関係、もうだって俺からしたらリスナーさんはリスナーさんだから、もうこの距離感って埋まんねえもん。そう舞台と観客だから、例えばその芸能人がじゃあ観客の人と無料で会うかっつったら会わないよね多分。会って多分嫌な思いしてると思うの人気芸人ほど、うん、多分女の子も好きになって一回やっちゃったら観客と、なんで私のことを何々くんってなるじゃん。それに似てると思うの。なんで私のこと好きだったから抱いたんでしょうみたいな。なんであの子を誘うのみたいな。いやお前客だけどみたいな。だからねダメよやっぱり。そのリスナーさんと配信者で出会ってるから、それ以上はない。カオスとワドはどれくらいの関係？俺はだから興味あるよね、カオスに。ただそれだけ。会ってみてえな、それだけ。ていうか、リスナーというよりも配信者だからね、カオスは。俺の中では。いや、芸能人と同じ感覚っつうか、下手な芸能人より、あの知名度あるからね、今。ああ、配信者って言ってるよね。
え、配信、なんだっけ、配信主か。それもよくわかんないんだけど、俺。それもね、毎回聞くけどよくわかんないんだよ。うん、配信主って言うんだよ。いや、でもね、ちょっと面白かったよ。この前見たらね、カオスがね、横になりながらね、花火ちょうだいっつったから、あ、もう乞食だわっつって。よく言うよ。何が配信主だよ。もうこうやって寝そべりながらね、みんな花火ちょうだい、定期的にこじるからっつって、もうすっかり毒されてんの。すっかり毒されてんの。いや、もう花火ちょうだいっつっちゃってたもん。俺見たもん、それ。花火ちょうだい、みんなこじるからっつって。食ってないからだよ。 あ、こじってるわっつって。気持ち悪いよな、芸能人とかファン。勘違いして自分の世界を芸能人とかに押し付ける感じ。ちょっとよくわかんねえわ、たくさん。たまにやるんだ。私はカオスさんも和道さんも好きだから、どっちもともリスナー。あ、どっちのリスナーか。カオスはね、なんか独創的だよね。ていうか、カオスはあやとできてるでしょ、ぶっちゃけ。ね。ぶっちゃけパコってるでしょ、あやと。あいつすぐ分かりやすいから、男できると、俺の放送見なくなるの。カオスできてるだろ。 俺の予想、あやはカオスとできてないんだ。あ、できてないんだ。あやとできてんじゃねえかな、みたいな。もしくはじゃあ、あやに男できたの。最近来ないんだよ。ニューヨークいる頃から乞食屋やってる、口座さらしてた。あー、そうなんだ。リスナーの感覚はパンドラの箱を開けてない。あ、わかんねえ、そういう、なんか、よくわかんねえわ。最後は狂信的なリスナーに打たれて亡くなってくれ。あー、ジョン・レノンか。ジョン・レノンか。狂信的なリスナーできないと思うよ、俺。すっごい冷静にドライな人が多いから、俺のリスナーって。ね、ポンポコでもできてるって言われて、ポンポコ、あ、タヌキ、言われてたけど、俺配信絡みで女作らない。いや、死んだら神になるよね。尾崎豊もそうだと思ってて、ヒデもそうだと思ってて、なんか永遠性がついちゃうんだよね、多分。そう、ファンの方に。神格化されるよね。あ、痛い思いしてるんだ。ある意味、ジョン・レノンが死んで、ヨーコは想像以上に金入る。そうだよね。あ、耳鳴りすげえわ。なんだかんだ。ああ、言ってたね、結構。今日なんか石野がカオスの話してたよ。大麻ってどこに売ってんのか分かんねえわっつったら、カオスから買えって言って。 ニューヨークで戸作らってこと。眠いよ。寝ればいいさ。
西野君とは音楽性の趣味が合う。俺売ってないから。あ、そうなんだ。心的死因とか羨ましいとは思う。大抵のやつはクソみたいなし。いや、俺ね、なんかね、最近ね、だんだん完成してきて、なんかね、結構境地に入ってきてるんだよね、俺。本当に。あのね、夢で悟るんだよ、毎回。最近。すっげえ克明に今日も悟って。なんか、有名になりたい、金が欲しいとか、表現とか、なんかいろんなものあるけど、なんかもう、いや、完成してるじゃんってなってて、これ以上何を求めるんだって。あ、池袋のキャッチから買えるんだ。なんか、自然に任せてみようみたいになってんの。なんか、さっきもコメントであったけど、かそってんのは大丈夫かみたいな煽りが来てんだけど、本当に、なんか、ニエで言ってるわけじゃなくて、かそらせてんだよね、ぐらいなの、本当に。一回もうリスナー全部入れ替えたいわ、みたいな。あー、意識高い系メンヘラ呼び寄せるよね。あー、わかるわかる。わかる。いや、あのね、本当に俺のリスナーは全員こじらせてるよね。本当にこじらせてる。なんだろう。なんか闇が深いよ、俺のリスナーは。本当に。アンさんおはよう。本当にね、闇が深い。あのね、いや、こじらせてるっていう表現がすげえぴったりはまるの。本当に俺のリスナーってこじらせてるんだよ。そう。で、こじらせ方が危ないやつがアンチなんだよ。そう。株式のキャッチからも、へえ、配信中に値段聞いたら4万高っ。え、そんな高いの？マリファナって。絶対やんね。いや、こじらせてると思うよ。だってさ、俺実際俺の人生結構闇深いもん。別に、すっごいディープではないの。でもね、やっぱりね、なんか友達とかと話してるときに、すごい闇を感じるときあんの。自分の中で。なんつうんだろう。いや、俺がこじれてるからなんだよ、ジャストミート当たる。あのね、例えばね、同級生のとき、ほんとびっくりするんだけど、なんか4人ぐらいで、うわーって男4人で話してるじゃん。で、この前、親父がさ、つって俺も笑ってんだよ。マジかよって言った時に、なんか全員が3人パッて俺のこと向く時とか、あ、ごめんみたいな顔してんの。なんか、あ、そうだ、こいつ、親いねえわ、みたいな。親父いねえわ、みたいな。いや、いやいや、笑っていいんだよ、みたいな。俺笑ってたじゃん、みたいな。なんかね、すっごいね、なんかね、何これってなる時ある。中学1年生ぐらいの時。だからほら、親父にげんこつされない。俺、親父いなかったの。だからなんか、親父がアホで、みたいな、うわーって、俺も笑ってたのになんか、パッ、みたいな。あ、このが話題ダメだわ、みたいな。俺、超闇が深かったの。小学校の父兄参観あるでしょ。要は、お父さんが来る、参観日。うちのクラスだけ、お母さんが来る日になってたの。他のクラス、お父さんが来るやつだったのに。俺、びっくりして。いや、なんかごめん、みたいな。いや、ちょっと待って、みたいな。いいから、お父さん来ていいから、みたいな。なんで俺のクラスだけお母さん。もう、すごい、すごいなんか悲しくて。いや、生きてるわ。いや、びっくりするよ。傷つくよ、ちょっと。いや、そこは普通にやろうよ、みたいな。先生、気使いすぎでしょ、みたいな。なんだろうね。おへようカッチ。すげえ傷つくよね、なんか。だからなんか幸せそうなやつ、幸せそうな子供を見ると殺意っていうか、なんか何とも言えない、なんかこうもどかしさが未だにあるかんね。お台場とかに住んでるガキ見るとなんか殺意とは違うんだよね。なんか悔しくなるんだよな。いや、え、どうだったの？親、親族も、親戚も家族もいないとするじゃん。まあまあまあ、で、だからやめ、こじらせてるんだよ、カオスも。カオスもこじらせてるんだよ。
なんだろうね、このこじれ、ねじれとも言ってもいいかもしれない。こじれというか、なんかこう、なんだろうな、これは、なんなんだろう、これをどうしたらいいんだろうね。自分も家族いなくなった。こじれすぎだろ、こいつら。おはよう。しゃあない、まあ、しゃあないよね。自分も片親。俺、こじけはするけど、こじらせてはないと思うけど、自分的には。あ、カオスはそんなこじれてないのかな？いや、こじれてるだろ。 こじれてるだろ。いや、俺、カオスはこじれてるだろ。お台場に住んでる子供はいるでしょ。お台場を何だと思ってんだよ。老後の面倒を見ないでいい気が。こじれが吹っ飛んだんだ。ある意味悟ってんのかもしれない。養子できた家の親父失踪中。 何の話？昔と比べて教養ついてるからな。こじれてることを理解する民は哀れ、アホは救い。窓10万使える？お、まあ使えるね。お、あるよ、あるよ、使える。イエスかノーかで言ったんだ。イエスだね。使える。日本出た、まあ3週間ぐらいホームステイしたことあるけど、仮想通貨で評価額、インド行ってこい。10万で行けんの？一人で行った方がいいの？一人で行った方がいい？カオス。休みだ。仮想通貨で評価額3000万の YouTuber。 え、こいつってそんなすごいの？俺結構ブロック入れてる、結構因縁のリスナーなんだけど、ジャストミート当たるわ。ジャストミート当たる。俺なんか知らんだよ、こいつすっげえ昔からアンチなの。すげえ昔からジャストミート当たるアンチなので、一回なんか普通にフラットになったのよ最近。なんか知んないけど普通に会話ができるようになったと思ったの。だから、あ、ブロック入れなくて済むし、なんか変わったんだな、みたいな。で、これから気持ちよく話せるわ、と思ってたら、なんかまたアンチ病が出てきて、最近。あ、うぜえわ、っつって。またブロック入れて、また解除されたんだけど、ずっと見てんの、こいつ。俺がふわっち来てから。だからね、別に3000万の YouTuber だろうが何だろうがいいんだけど、なんでジャストミート当たるはこんなに俺に、なんつうの、否定するんだろう、っつうか。あ、ビットコイン始めたんだ。いや、俺ビットコインが流行るとは思ってないんだよね、全く。いや、儲けるやつはいると思ってるけど、ビットコインがなんか世界の通貨になるなんてことはありえなくて、今言ってるビットコイン系は。なんでかっていうと、通貨発行権の歴史をたどると、権力者が根絶やしにしてるんだよ。で、今さ、みずほ銀行と、ゆうちょとかがビットコイン始めるの知ってる？やっぱね、そういうところに飲まれると思ってんだよね、俺は。今やってないんだ。え、俺のアンチワークやってんの？ジャストミート当たる。いや、そんなになんかあるんだったら、別に、俺に直接電話かけて言えばいいのにとは思うんだよね。
何を言いたいのか全然わかんなくて。よくわかんねえわ。だし別にジャスミーと当たるが稼いでようが貧乏だろうが正直俺には花火くれねえから関係ねえっつうか。でしょ？だってビル・ゲイツがすげえのなんてみんな知ってるじゃん。でも俺にとってはビル・ゲイツなんかいないようなもんだから。別にビル・ゲイツが花火投げてくれたら変わるけど。自分の口座からもビットコイン取引始まったよってメールしてきた。いやそうでしょ。ビル・ゲイツすごいって言われてもビル・ゲイツにお前死ねえよとか言われてもはぁってなるでしょ。消えろってなるでしょ。いや花火投げろよってビル・ゲイツこの野郎って。だから見てんだったら花火投げろよって思うよね、うん、いや明確でしょ。俺からしたら関係ねえよいくら稼いでよ。隕石拾いに行く方が面白い。いや面白そうだよね。なんかそりゃそうでしょ。だからなんか別にそのすげえのはすげえ、俺より稼いでるってすごいんだろうなとは思うけど、別に俺にやかってくるなよっていう俺のことが嫌いだからってっていう。別に稼いだらその3000万で稼いだんだ、3000万でキャバクラのお姉ちゃんとかはべらせたりとかさ、好きなことできるわけじゃん。車買ったり家買ったりとか。でも俺にやかってくるのは違くねえかみたいな。俺全然だって当たるに会ったこともないし、枠も YouTuber の今知ったし、正直ね関係ない人生じゃん、うん、会ったこともねえし、どうしようもないよね。別に普通に会話する分には別に普通に会話するけど。爆撃が事実ならハーミンに投げてほしいですよね。自慢じゃ、自慢はしてないからね本人は。いや俺は別にジャストミート当たるが花火投げろっていう話じゃないの。稼いでるから投げろじゃなくて、なんで俺はただで見てる人に文句言われるんだろうって。そこは俺フラットなの。別に儲けてるから投げてくれじゃないのよ。なんでそんなヘビーで見てんのに文句言われるんだろうっていう。なんか損しかねえじゃんお互いっていう。なんでその関係なんていらないよっていうか、いやだから投機網だと思ってるかな、ビットコインとかなんだかんだっつうの、いや俺も知らないけど、リスナーでいるんだよずっとアンチコメント書いてる。で落ち着いて、あ付き合えるかなと思ってたらなんかすげえ噛みついてくんの。俺はグに投げてる。俺に投げろよ。誰かに投げてるなんて知らねえから俺からしたら。俺に投げてるかだけだから俺に興味あんの。俺に花火投げてるで他に投げてますって、あそうなんだ、俺にその情報いらねえわって話だ。俺昨日コンビニでさ、いやカルビ弁当食ったんだよね、いらないいらないその情報って、セブンイレブン儲かってるだろ俺のおかげだよって、知らねえわっつって知らねえわって試しに和道も上場、あーいや全然興味ねえわ、非上場でいいわ、未公開株でいいわ。いやコメントに媚びてないけどな最近。なんつうか、いやなんつうんだろう、普通にもうなんかもう委ねようと思って、あゴミとまでは言わないの、アイテム投げないリスナーはゴミじゃなくていつも言ってんだけど、あの見ることが応援プラスポイント1で、プラスポイント2、さらにいいことはコメント書くこと、見ること、コメント書くことで、さらに3ポイント3、もう3ポイント、これはフォローすること、これは全部プラスなの俺にとってね。で次に花火、これプラス100ぐらいのアイテムね。だからこれ全部プラスなの、俺は大事にしたい人なの。ただ見るっていう1ポイントの人いるでしょ。でアンチコメント書くって俺マイナス100なんだよ。だから見る1プラスで99マイナスなの、100だからわかる。だから99のフォローもしない、花火も投げない、だからアンチコメントを書いて花火を投げてる人はゼロなの俺からすると。だから花火投げるんだったら何書いてもいいって言ってるのそこなのよ。死ねって言いながら花火投げてるやつはゼロなの俺からするとわかる。
で、俺にとっては99の存在だからゴミですよ。アンチコメントを書いてフォローもしない、フォローもしない、アイテムも投げない、アンチコメント書く、ゴミです。はい、そう、強気の方が面白い。強気ではないよ別に。俺は花火が欲しいだけだよ正直。花火が欲しいだけっすね食いたいんで本当に。いや、ファンチじゃないでしょ、ファンじゃないでしょ、うん、いや、ファンチとかも気持ち悪いし、アンチも囲いもいらねえわ。花火投げるやつだけ欲しいわ。花火が投げる人を待って俺は放送やってるから。よっさんと比べれば良心的、花火の要求がすごい、ノルマ1人10発とか。いや、まあ別によっさんがそれはそれでいいかもしれないけど、俺別によっさんと比べてやってるわけじゃなくて、ほんと花火投げてくれよ、頼むよってだけだから本当に。いや、投げてよ、タケさん。頼むよ。気前よくバーンって、ちょっと、頼むよ。俺は本当に花火のために配信やってるよ。なんつんだろうな、応援します、頑張ってください、大ファンです、そういうコメントいらないって言ってんの最近。頑張ってください、大好きです、一生ついてきます、大ファンです、迷惑、うん、本当にファンなら花火投げてっから逆にそのプラス加点を取ろう取ろうっていう姿勢が嫌なの。コメント書くのは俺にとっては3、2ポイントだから。どんなコメント書いても普通のコメント逆にうざいってなんの。そう、プラスポイント稼ごうすんのコメントで。違うと、本当のファンだったら花火投げてんだよ。うん。コメントじゃ飯食えねえんだわ。でしょ？なんだ応援してますって。恩着せがましいな、こいつみたいな。普通にしろよ、みたいな。うん。どんだけ悪評がある人間でも俺にとってどうなのか、それだけだな。まあね、まあね。派閥や人の意見に流されすぎだよな、配信会は。ああ、それはあるよね。派閥っていうよりも力ある配信者に流されすぎだと思ってる、リスナーは、うん、本当に政治力だなと思うよ。俺くだらねえと思ってそこに全く参加しないから、だから花火上がんねえんだよ、うん、要はね、リスナーを手玉に取って、要は顔色伺いながらコビ行ったりとか、配信者に可愛がられたりするやつが生き残るんだと思うの。可愛がられるゲームなんだよ。政治家みてえで気持ち悪いわ最近の配信界隈、ほんと政治みてえ。なんか根回し、徒党を組んで誰かを悪者扱いして、もうくだらねえくだらねえ。俺そんなことやるために配信始めたわけじゃねえから、自由になりたくてこの世界来たんだわ。自由がねえんだったらこんな世界魅力に感じねえわ、うん、差別しないね全く、うん、全くしない。俺にとって都合がいいか都合が悪いかだけしか見ない楽しいかつまんねえか、本当にそこは徹底してる。っていうか、配信だからっていうわけじゃなくて、そういう人間だね。だから友達できないんだよ、うん。いいところなのか悪いところなのか分かんないけど、俺はそういう人間だよ。うん、俺の中で明確な、その、基準があるんだよ。もう、どうでもいいのはどうでもいい。なんかね、その、だからどうでもいいと思ってるっていうのをどうでもいいわーっつってブログに書いたり、ツイッターに書いたりとか、自分の枠開いたりする神経がわかんないの。和道ってどうでもいいよねーっていう。なんで見てんだよって感じなんだよね。アンシンマンさん、ハートありがとう。なんでこいつ見てんだろうみたいな。思わない。どうでもいいんじゃなかったのかみたいな。
めちゃめちゃ気にしてるじゃねえかこいつっていう、気になるわワドウすげえ気になるわ毎回見逃せねえわっていうタイトルに変えてくれそれが本当だろ。旅団とか群れてたやつらが手のひら返して保身に逃げる、いいんじゃない別に、面白いじゃんそれは。いやまあまあ、そんなもんでしょ、おはよう、どうでもいいもん。じゃあその旅団名乗ってたやつらが俺にどんだけ貢いでたのかっていう話でしょ、でしょ。ヒデ実害あるのっていっちゃんが聞いてた時に何も言い返せなかったからね、その俺のアンチ放送やってるやつら、実害あんの、和道から実害受けたのって言ったらないんだよ何一つよく人ごとでこんなに熱くなれるよな、よくわかんねえわ本当に。頭おかしいよ、俺が頭おかしいのかもね、普通の感覚はそうなのかもしんないよ、だ芸能人の浮気がどうとかでなんか騒げる人とかすげえなと思う。世間はそうなんだよな、だから世間がそうってことは世間が普通なのか。なベッキーが浮気したら得しかないと思ってるからね、損をしたのは奥さんっていうかそのゲスのなんとかの奥さんだけなんだよ損をしたので、むしろベッキーにセクシャルなイメージなかったのにベッキー見るたびにちょっと興奮するもんね今、あれってちょっとエロい目で見てるからね。なぜか俺が囲いとか旅団とか言われてるのが謎、どこから見たらそうなるんだろうな、知らねえ。まあ週刊誌みたいなもんだからな、よくわかんねえわ。なんか俺はだからそういうのを謎の勢力と呼ぶようにしてるけど、謎の勢力が何かをやってるんでしょ謎の勢力が。いや謎の勢力は何かやってんだよ。でもそれ昼間もさ話したんだけど、なんか一人噛みついてくるような感じのコメントがあったからそういう流れになったんだけど、本当に嫌いなら見ねえはずだし、それは果たして羨ましいからなんじゃねえのかっつったら、確かにそうだわっつったの。そいつは物分かりいいやつで、例えばね、ジョジョ園の肉なんかまずいに決まってんだろ、安楽亭の焼肉最高だからジョジョ園まずいからって言ったやつがいたとすると、ジョジョ園が食えないだけじゃないの、食ったことあるの、ないわ、本当は食いてえわ、ジョジョ園俺も食ってみてえわ、でもジョジョ園なんて最低だ、安楽亭の方がうまいに決まってるって言わないと俺は俺を守れないと、そっちの方が本音じゃないって俺は言ってんの、そっちの方がかっこいいよって、俺もジョジョ園食いたい、でもジョジョ園を敵にしないと俺の人生自我が崩壊すると、安楽亭しか食えないんだよ俺は、ワド、そういうことだと思うの俺を叩いてるやつって、わかるこのニュアンス。フォアグラなんかまずいよ、油だよあれ、食ったことあんの、ない、おいしいかどうか知らないよね、知らない、食ってみたい、本当は食いたい、でも食えないんだよね、うん、低所得なんだ、本当は食ってみたいな、多分おいしいんだろうね、なんでそれを最初から言わないの、なんでフォアグラを否定するの、なんでジョジョ園を否定するの、羨ましいだけでしょ、羨ましいと嫌いは違うぞっていうふうに俺は考える、分かりる、なんだろう、なんで素直になれねえんだろう、素直なやつの方がかっけえんだけど、ああそうなんだ、いやだからこうやって会話が進むじゃん、いや俺フォアグラ食ってみたいわっつって、本当はフォアグラの味知りてんだわっつって本音で話した時に、いや600円でバンコクで食えるぞっつってなるじゃん、そっちの方が生産性があると思ってんだ、本音で語らないと上辺だけで語ったりとか見え張ったりとか自分守ってるやつには無理だわ俺、
なんか腹割って話すのバカバカしくなるっつうか、ストレス発散のために和道が、いやだからそいつらにとってはそうかもしんないけど、逆なんだよね、ストレス溜まるだけだと思うよ、だと思うよ。だからいつまで経ってもずーっとアンチやってるわけでしょ、ストレス溜まってくから攻撃することによって。だって帰ってくんだもん、本当は俺もフォアグラ食いてえよって、叙々苑食ってみてえよって。だけど誰かを攻撃しないと自我が保てないでしょ。受け入れろよ。俺は受け入れたよ。自分が生活保護であること、前科者であること、中卒であること、障害者であること、寄り目であること、ハゲであること、全部受け入れてるよ。隠してもないし。何にも隠してないよ。心開かねえと、本音話さないと始まんねえよな。そう、花見投げてストレス発散なら全然大歓迎だよ。サンドバッグになるよ。だって花火一発投げてさ、お前最低だわって、もう向いてねえよこの世界って、どんどん書いていいよ本当に。でもね、不思議なもんでね、花火投げる人は少なくてごめんとかね、アイテム投げる人ほどごめんなって、なんで謝るんだろうこの人たち、ずうずうしくしていいんだぜ、アイテム投げてんだからって。投げる人ほどね、謙虚。これね、人間の心理だよ。アイテムありがとう。これ心理だよ。投げる人ほど暴言吐いたりしないんだよ。人に八つ当たりとかしないんだよ。だから余裕があって、人に金を配れる余裕があるの。うまいもん食ってくれよって、ありがとなって、感謝することができるんだよ。俺は言ってんの、いつも。もっと横柄になってくれって。アイテム投げてんだからって。俺は本当になんかそれが不思議だよね。金払ってるんだから、いやだから本当に和道しねえって、いや安心マンありがとうって言えるもん本当に。だからアンチコメント書くんだったら本当にアイテムなくてブロックなんか入れらんないからね。閲覧増える。いや投げてくれよカオス、頼むよ。はい、バズ2お疲れです。なんだろうな、よくわかんねえよな、世界は。本当に横柄になってもらいたいんだよ、花火師さんには。もっとガツガツ来てほしいっつうか。なんでそうじゃねえんだろう。アイテム投げる人ほど謝ったりとか、少なくてごめんとか、なんか見守ってくれたりとか、何なんだろうな、このさ、アイテム投げねえやつのゴミさ加減。なんでそのアイテムを投げないのに横柄にできるのかっていうのが俺にはわかんない。神経がわかんねえわ。なんでそんなことができんだろう。そのためのアイテムじゃないのかな。仕事寝坊していい加減クビになりそうなんだわ。なう。なるほど。いってら。クビか。いや、難しいよな、ほんと。リスナーとどうやって向き合っていくかって、もう究極だからな、ほんとに。究極すぎてよくわかんねえわ。投げられないだろ、この状況。いや、わかんないけど、投げるか投げないかだと思ってるから。投げれるか投げれないかじゃなくて、投げるか投げないかだと思ってる。で、俺はカオスだけに言うわけじゃないけど、全員に対して花火よろしくしか言えないから。花火頼むわ。いや、いつ何時もだよ。花火よろしくって。本当よろしくって。花火頼むよって。俺はそういう気持ちだよ、本当に。状況とかよくわかんねえよ。全員にもう頼むわしか言えねえよな。まあね、そりゃそうでしょ。さすがに飯食わねえで花火投げろっつうの、ひどすぎるか。はい、ワードツー。
そりゃそうだ、自分最優先で。インドって10万でいけんのかな。バンコクっていくら、お、旅費見てみようか。バンコクって海外行こうかな。え、2万5000円で行けんの。え、安っ。え、タイってこんな安く行けんの。え、何これ、スカイスカスキャナー、オッケー、スカイスキャナ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 ーね。往復、出発地は、日本、日本つうか成田でいいのかな、成田、目的地はバンコクと。燃料代がつくから5万ぐらい。ホテルとかいくらぐらいなんだ。バンコク行きてえな。あー、5万ぐらいだ。ほんとだ、ドンピシャだわ。すげえな。へえ。あー、安っ。おはよう、ロビさん。タイで往復航空券買うと安い。日本の航空会社が高い。あー、4万いくらとかあるわ。本当だ、5万円前後であるわ。便利だね。おはよう、メリンク、アイテムありがとう。宿代は気にしないでいいってどういうこと。いや、公園で寝ろって。何、気にしないでいいって。どう、気になるでしょ、宿代は。バンコクって電波あんのかな。ね、何なの、そのカルシウム、アミノ酸、ビタミン B1 推しがよくわかんないんだけど、あのさ、人を動かすのってな、説得とか納得をしないといけないんだよ。タイって安いんだ、宿代。例えば屋台の庶民の飯代が60円ならかける4倍。え、え、ちょっと待って待って待って、200、え、6424200500円ぐらいで泊まれるってこと。電波あるんだ。カルシウム、アミノ酸、ビタミン B1、 それを取ると何になるの。物価が上がってるって聞くけどまだ安い。すげえな、6424240円。へえ。カオサン通り600円。へえ。すげえな、そりゃタイ住むわな。はい、花火ありがとう、ロビちゃん、いつもありがとうね、ありがとう。危険なところに行かなければタイはいいところ。ゆっくり1ヶ月過ごす。だってそんな1ヶ月過ごせるよね。200編とかなんでしょ。やばくない。ただ1ヶ月タイにいたいかっつったらそうでもねえけど。ワンワールドチケット組のおかげで物価が上がった。え、ていうか俺カオスと旅に出てえな。カオスとちょっとパッケージ、カオスパッケージないの。ちょっとカオスパッケージ、ちょっとついてくるみたいなのないの。ちょっとどこ行くからみたいな。そうそう、おはよう。ないの、カオスパッケージ。まだ行くけど行くみたいな。ちょっとカオスと行ってみては。だから旅、プロ旅、旅通の人はどういう旅をするのか。
そう、旅の師匠になってもらいたいよね。旅の楽しみ方を、ちょっと、ノウハウを、提案してほしいというか、助けてほしいよ。チケット代出してくれれば。チケット代でしょ？チケット代だけでいいの？往復滞在費ではなくて、チケット代？でも考えるよね、それは。メキシコいくら？チケット代。メキシコか。カオスさん、旅ファンド作って企画してほしい。あ、そっか。俺がリスナーから企画ぶち上げて、ファンド化すればいいのか。なるほど。じゃあ、カオスの分も企画で、そのご祝儀もらえるように頑張ればいいのか、俺が。LA まで飛んで陸路。ほうほうほう。ちょっと行ってみたいな。カオスの分も稼がないといけないもんな。いくらぐらい2人で稼げばいいの？俺とカオスの分でいくらぐらい稼げばいいの？その予算的には。情報はいくらでも提供する。カオスと旅配信。でも俺カオスと旅配信やりたいから、誰かスポンサーになってくんねっつったら集まる気しかしないけどね。いや、出すわって言ってくれる人いそうな気がする。だからそれは俺側でやってもいいし、航空チケット代俺がこじればいいんでしょ。 なんかありな、できそうな気はするけど。通訳もするの？ メキシコでも行ってみてえな。でもほら、俺今年の5月までにアメリカ大陸は不明って言われてるから、メキシコはちょっとビンビンするよね。アメリカの土地を踏んだらお前は人生変わるって言われてんの、本気で。すっげえ有名な、そう、億万長者というか占い師。アメリカはもう32の年に踏まないとダメだと思ってるんだよ。メキシコいくらすんだろうね。でもアメリカ大陸、その LA っていうのでちょっとビクッとしてるよね。LA インは和道だけだよ。俺はメキシコ直行するけど、アメリカ、俺あと数年入れないから。え、何？俺はロサンゼルス経由で陸路でコメントとか見ながら、ワード右右左左、あい、そこでパスポートとかやってもらって、メキシコの国境沿いにこうやってカオスが待ってんの。ワードってめちゃめちゃドラマチックじゃん。クソかっこよくない？ワードっつって、初めましてっつって。 それすごいよね。メキシコ直行するんだったら俺もメキシコ直行すりゃいいじゃん。なんで別行動なの？ホールドカオスは。それがよくわかんないんだけど。なんで一緒にそのメキシコ直行の方じゃなくて、なんで俺だけ LA 経由なのかわかんねえよ。それは面白いよね。ドラマチックだよね。国境沿いで出会うっていう。麻薬戦争とかね、どうなんだろうね。密航するのかな。 LA からティファナ目指すだけだから、メキシコ直行の方が高い。おお。あ、俺は安い方なんだ。パスポート取る配信やろうかな。俺、親が勝手にパスポート取ってたからよくわかんないんだけど、陸運局に行けばいいんでしょ？パスポートって。陸運局ってところに行って、パスポートくださいって言えばいいんだよね。え、で、パスポートを持ったらもう行けるの？アメリカとかに。どうなんだろう。ああ、強制送還
ていう帰り方もあんの？市役所で撮んの？強制送還？新宿パスポートセンターで撮るんだ。パスポート撮るか。あ、都庁なんだ。おお。あ、役場なんだ。陸運局だと思ってた。行けない場合あんの？1万8000円とかだよ。メキシコから強制送還って帰ってきた。え、それで要は無所みたいなとこ入れられて、なんか要は牢屋の中で過ごしたってことでしょ？すげえな。すごい過酷な状況だな。強制送還を経験してる人って周りにいないもんね。え、何？ 1 万6000円の刑期が10年ってこと？10年の刑、え？ 5 年と10年。あ、10、びっくりした。なんか、メキシコで重貿易10年って言われて、うわ、終わったわ！じゃあ1万6000円罰金かと思ったわ。すごいなと思って。あ、2週間メキシコの牢屋か。10年で1万6000円。あ、取ろうか。え、それパッと取れるもんなの？例えばその都庁に行ってパッてもらえるもんなの？うん、あ、でもただか。悪いことしてただってさ、向こうで裁かれたわけじゃん。で、強制、お前もうダメだ、帰れって言われるわけじゃん。どういうこと？手錠かけられたまま日本に着くじゃん。日本に着いたら手錠外されるの？それとも警視庁かなんかにバトンタッチじゃん。その話聞きてえな。だから、メキシコで逮捕されました。牢屋の中入れられました。本籍地の戸籍がいる。ああ。なんかやだな。本籍の戸籍とか出したら、なんか変な家系図とか出てこないかな。日本人じゃありません、あなたは、みたいな。ノーペナルティってどういうことよ。だから空港から出たら、バイバイ、みたいな。さよなら、みたいな。もう来んなよ、みたいな。どういうことなの？2種類あるんだ、送還は。え、手錠かけられてんの？その飛行機の中でも。どういうことなんだろうね。よくわかんないわ。その、不安じゃないかったの？なんか、その、俺逮捕されたわ、外国で、みたいな。どうしよう、みたいな。言葉もあれだし、みたいな。飛行機乗せられてるわ、みたいな。はい、じゃあヘッドホンして、つって。はい、アイマスクつけるよ、つって。わ、どこっすか、どこっすか、みたいな。わ、日本だわ、みたいな。どういうことなんだよ。どうなんだろう。計画的に強制送還を利用するとか強すぎるよね。ビザいる。メキシコ国内まで付き添いの送還と日本までの送還。はあ、2種類ある。あ、通訳用意してくれんのか。日本国内までの付き添いの送還、日本までの送還。へえ。スペイン語喋れんだ。あ、なるほどね。メキシコのゴリラのような囚人に掘られて肛門裂傷で亡くなりそう。肛門裂傷っていう言葉は初めて聞いたわ俺。肛門裂傷何それ。そんな言葉聞いたことないよ俺。でもまあ今年勝負だよな。もう退屈だし、生きててもアメリカ行ってそのままメキシコ、アメリカ行けって言われてっかんな。人生変えろ、変えようか。そうだな、そろそろアメリカ本気で考えよう。うん、アメリカだったらどこがおすすめ？カオス、アメリカだったら俺アメリカ行くわ。もうあの32歳の間にアメリカ行こう。アメリカって俺入国できんのかな？大丈夫？
アメリカ入国しよう。ロス、ロサンゼルス、ニューヨーク。ニューヨークって寒いんじゃなかったかな。ニューヨーク行くか。ニューヨーク、断然ニューヨークなんだ。あ、え、治安はどうなの、ニューヨークって。アメリカにちょっと今年行かないとなっていうのは本当にあるんだよ、俺の中で。なんだっけ、さっきのスカイマークだっけ、なんだっけ、スカイ、わかんない、なんでなんだろうね。まあカオスが言うのが間違いでしょ。スカイスキャナー、ニューヨーク。初見、シカゴは銃禁止だし日本人多い。へえ。スカイスキャナーでニューヨーク調べてみるわ。成田、ニューヨーク、ニューヨーク。ニューヨーク治安いいんだ。85,000円、12万ぐらいか。ニューヨークってバックパッカー用の宿とかあんのかな。運転のさ、あ、いいえ、花火ありがとうございます。匿名さんありがとうございます。ありがたや、ありがたや、ありがとね、ありがとね、本当にありがとね、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、30万あるんだったらニューヨーク、ニューヨーク行くか。もう何月がおすすめ、ニューヨークって。ニューヨークって何月がおすすめ。ニューヨーク行くか。もう世界取る気ではないわ世界取る気ではないわ。犯罪歴はありますね、前科3犯ですね。そこなんだよな、大丈夫なのかな。え、30万あったら世界一周できる。いや、それ本気で言ってる。何月でもいいんだ。え、30万あったら世界一周できる理論を教えてくれ。電波かな、何月でも OK。 え、どういうこと、30万あったら世界一周できるって何何それ。ボストン、ボストンね。ニューヨーク友達の家あるから紹介。俺だから知らない人と結構、陸路、え、シルクロード横断みたいなこと。ていうかさ、その世界の電波ってどうやって対応すればいいんだろう、それが分かんねえんだよな。世界の電波に対してどうしていいのか全然分かんないんだけど俺の英語力では無理でしょ。あ、陸路でいけんだ。陸路30万でいけんの。いや、ヒッチハイクってことでしょ。6月研修視察でカリフォルニア行きましたが、何回行ってもアメリカ勉強になります。電波に関しては難しいよね、とても難しいっていう。アメリカ電波は問題ないよね。旅行者用の SIM 売られてる、大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。空港でなんとかなる、空港で。え、例えばなんだけど、あ、俺ね、カオスね、ニューヨークってカジノあるの、ニューヨークってカジノある、できるの俺カジノ。ちょっとカジノを本場で合法の国で体感したいっていうのがあるから。あんだ Wi-Fi ルーターレンタルも。アメリカは同じ先進国、カルチャーショックが少なくていまいち。あー、いや、でもね、ちょっと
俺の32歳の年齢でアメリカ大陸に行けって言われてるから、で俺後悔したくないのよ。そのすごい有名な占い師さんに言われてるから行かなきゃっていうのがあるの。それで行かなかったから俺ダメなんだっていうのがないの。ない、後悔を残したくないっていうか。まあ、アメリカ大陸が一番手頃なんだよね、俺からすると。そう、行かなきゃいけない目的があるっつうか。ワクワクするよね。ニューヨークというか、ニュージェーに、シックスフラッグ。NJ。シックスフラッグっていう、そこにカジノがある。まあ、近いところに N なんとかっていうところ、要は、なんかタクシーかなんかで行くのか、バスか、電車か。いや、ラスベガス、ねえ。ていうかさ、日本にさ、もうさ、ミリオンゴッドとさ、北斗の拳のさ、カジノ用のやつ、YouTube に動画上がってるの知ってる？みんな。北斗の拳のカジノバージョンなんじゃないかって言われてる動画、見たことある？みんな。すっげえビビるよ。なんか普通にスロット台なの。だけど、なんか上の方に、もうスロット台ぐらいの、なんか穴が開いてんの。で、確変とか入ると、モニターがブワーって出てきて、そこのでっかいテレビ、縦長のテレビみたいなので、演出が始まるの。ニュージャージーか。ニュージャージーか。えぐいよね、あれね。あんなん絶対撃つでしょ。すぐに月日なんて経つぞ、ワド。しがらみないんだから、何でも思ったらきついさ。そうだね、本当に。そのさ、ビザで入れるか入れないか、前科とかってさ、どこで聞きゃいいの？ちょっと入れますか、入れませんか、調べたいんですけどって。本場ベガスの観光、グランドキャニオン。まあ、アメリカ大陸だったらどこでもいいって言われてるからね。ベガスだといくら？ラスベガスだといくらなんだろう。ベガス、ラスベガス。ラスベガスってなんか遠いんじゃなかったっけ？グレイハウンドバスに乗ってメキシコに行くならバスに Wi-Fi がある。あ、ちょっと高いな。15万か。世界を見てくるのはとても良いこと、プラスしかない。絶対そうだよね。ビザがいらんくて、ESTA。そう、なんか予約とかし行けませんとかになったら嫌だからな。ESTA ってのは申請するから、その時に分かる。ああ。ESTA で検索すればいいのか。で、行けませんってなったらどうすればいいんだろう。前科があるから行けませんって言われたらどうしたらいいの。諦めるしかないか。エスタ。アメリカ大使館で今度ビスタを取らないといけないの。エスタが取れなかったら、犯罪歴なんて書かなきゃいいだけとか すげえな、なんか。書かなきゃいいだけだよとか言って。あ、ビザか。これはビスタじゃなくて、これはビザか。アホが出たね、俺の。ビザ取るなら隠せないけど、観光ならほぼ問題ない。まあそうだろうね。あ、トランプタワーから放送はかっこいいね。カオスさんが無料で言葉の壁くれ。いや、だからカオスの分を用意するんだったら、アメリカ結構ハードル高くなるんだよね。アメリカ結構ハードル高くなるわ。
ノービザ、アメリカ基本観光はノービザだから問題ないと思う。まあ、ものは試したよ。アメリカペナルティがあった。あと4年はほぼ入れない。おー、ああ、そうだよね。カオスとはいけないんだよね。ちょっとじゃあ切り札使うか。石野連れてくか。石野 VSUSA は見たいでしょ。 石野 VSUSA。石野とワード、2人なら戦える気がする。ちょ、俺1人だとアメリカはでね、巨大。のんちゃんと行こうか。別に石野、石野はアメリカで通用するのかっていう。で、置いて帰る。じゃっつって、石野置いて帰るっていう。TK 忍者おはよう。7年8ヶ月ぐらいオーバーステイしてる。すげえな。オーバーすぎるぞ。ちょっと忘れてました。じゃ通用しないよね。7年8ヶ月はね。オーバーステイにも程があるぞ。石野をアメリカに置いて帰ったらなんかすげえ成功してきそうだよね。おはようございます。すげえ成功しそうだよね。風船ありがとうございます。アイテムありがとうございます。いや、なんかね、石野は多分アメリカ向きだと思うね、なんか。石野はね、ニューヨークでなんかすっげえブラザー作りそうだよね。それこそ大富豪に可愛がられたり。 なんかね、一発逆転ありそうな気がするよね、石野は。配信か。でもなんかさ、日本でさ、ただでさえさ、あ、YouTuber だとか言われるけど、アメリカで配信やって殺されないかな、大丈夫かな、ニューヨークとかで。どうなの、どうなの。ヘイとかならないのかな、何やってんのてめえみたいな。サンディエゴに飛んでカジノ楽しんで、サンディエゴから電車でティファナ行ってカオスさんと合流。ニューヨークだったら焼き鳥大将で働けばいい。大抵のやつだね、雇ってくれる。え、何、そういう店があるの？日本人のなんか雇ってくれるみたいな。すげえな。でもなんか向こうでさ、日本人の経営者にさ、仕事くださいとか言ったらさ、おお、日本人かみたいな感じでさ、雇ってくれそうだよね。なんか大変そうだな、みたいな。ね、一種の焼き鳥屋で働いてたし。なんか、その、助けてくれそうだよね。同じ血が流れてるっていうだけで。異国では。異国のなんか、この結束力とか半端じゃないでしょ。俺そこで2年焼き鳥焼きだから草売ってた。すげえな、ほんと。めちゃくちゃな生き方だな、ほんとに。プッシャー、焼き鳥焼きだからプッシャーやってたってめちゃくちゃでしょ、ほんとに。すげえ人生だよな。昼は焼き鳥屋、夜はプッシャー。めちゃくちゃだよ、ほんとに。いや、面白い。いや、人の人生って何が何だか分かんねえな。
往復5万切るの？マジで？ああ、アメリカ行くか。アメリカ、ニューヨーク。ニューヨークって何する場所なの？寒いだけじゃないの？ミャンマー人のラーメン屋、タバタラーメン。多分タバタラーメンを持ち帰ったんだろうね。研修してミャンマーから。帰りのチケットなんてゴミってどういうこと？入国には必要。どういうこと？帰りのチケットはゴミって。え？入国には必要。なんでオーバーステイさせる気満々なのかよくわかんないんだけど。失うものなんかねえだろっつって、やっちゃえよみたいな。なんでオーバーステイを俺にさせる気なんだよ。でもなんか旅配信、ツバニャンがクソかそってたじゃん。ハワイ配信全く人気なかったじゃん。なんかあれ見ると怖いよね。短期チケットだと安い。行きだけのチケット、帰りだけのチケットって別々で買えないのかな。あ、でもほんと金用意してかないとダメだよな。ドルにする方法とか分かんないもんな。ニューヨークからアルゼンチンまで行って、そこからアフリカに飛ぶ。なんで世界一周させようとしてんだよ。ニューヨークで揉め事起こしたら石野が焼き鳥にされる。石野本当になんか普通になんかニガーとか言いそうだからね。帰りのチケットがないと入国ができないんだ。へえ。ハワイね、ツバニャンなんでハワイあんなかそってたんだろう。めちゃめちゃかそってたからな。もっとなんか人集まってもいいんじゃないかと思った。なんかね、全然人気なかったよね。普通の雑談だと閲覧ね、普通に上がるけど、俺のニューヨーク配信とか閲覧1000とか行きそうだよね、なんか。意味不明、意味不明にさ、閲覧爆伸びしそうじゃない？いや、かそってたね。だからもう、かそってたんだっていうことは知りもしないぐらいかそってたんだよ。だってもう1週間ぐらいずっとやってたよ。しかも、あれで先週ぐらいの話だよ。いくら友達だと言ったって、一緒の生き方が肯定できる。あのね、誰の生き方も肯定しない。誰の生き方も否定も肯定もしない、リーさん、俺は。あの、石野に限らず。あの、あんまり関心がない人の人生に。ハワイでも部屋の中でどれをディスってるイメージしかなかった。やることいっぱいあるはずなのにな。ハワイに行ってどれさんディスるって。何しに行ったんだって話だよね。びっくりするわね。悲しいよな、配信者って。あ、ホテルで雑談するのはもう最悪、悪手にも程があるよな。それ、家、日本に帰ってきてやりなさいって話だもんね。それはもったいねえな。外配信徹底してやらないとね。俺は狂ったように外配信やると思うよ。ホテル雑談もったいないんだよ。だから沖縄行った時俺結構外配信頑張ってたでしょ。やっぱね、異国に行ったら外ですよ。旅は外だよ。
マリナあたりでマインド開く旅。マリナ、マナリ。でもね、俺ね、最近マジでこれ思ってるんだけど、やっぱね、一人の放送より二人の放送、コラボ放送じゃなくて、そろそろタッグ組む配信者出てもいいと思う。コンビでやる人。俺ね、やっぱね、俺根本的に一人でやる配信は限界だよ。YouTuber でもタッグ組む人出てきてるじゃん。俺ね、タッグの時代来ると思うんだよね。配信。来たいんだか。どう思う？俺ね、タッグの方が儲かるんじゃねえかって思ってんだよね。俺は最近その可能性を感じてる。俺にとっては誰ってこと？誰だそれはってどういうこと？あのね、やっぱりね、あの一人を見てるのってね、結構技術力要求されるんだよ。それよりもね、コンビでやった方が儲かるよ多分。配信はこれからの時代、ツッコミとボケっていうかね、そのもう自然とツッコミとボケになると思うんだけど、二人でやった方が絶対いい。あら、道のりが配信できたらいいのだが、電波絶対ない。ああ、電波問題か。何でもコンビでする。それこそだから日本一周の旅、俺と石野でやったら絶対閲覧爆伸びすると思うよ。もう腹くくんのよ。3年とか4年とか、もう電波少年みたいに1年でもいいや。もうこれでお別れするって決めて、それぞれピンになるんだけど、一回タッグがっつり組むみたいな。そう、ドローンズも猿岩石も。あの理論でなんか企画をがっつりやんの。でその後別れればいいじゃん、企画終わるまで。ないかな。あ、電波の話か、うん、絶対見応えそっちの方があるんだよね。でその売り上げとか折半でやればいいじゃん。南米からアメリカまで馬で行く。おお。お馬って気持ちいいよね。乗馬大好きだわ。配信は無理でしょ。ネミ花火断髪だ。厳しい。ふう厳しい。馬は俺結構乗るのうまいよ、うん、馬は乗れる。泊まれる宿が限られてキャンプ中心。あ、まあだけどな、20キロの荷物背負って馬乗るの、馬かわいそうだよな。タランチュラに馬殺されたって、もう何の話してんのってなるよね。わあ、聞いてくれよ、タランチュラに馬殺されたわーつって、日本じゃ絶対聞けないパワーワードが2つあるよね。タランチュラと馬殺された。もうなんかパワーワードが2つ入るのもうわけわかんなくなるよ。
高子さんってちょっとした有名人だった。高子さんの、馬がタランチュラに殺された。すげえな。かそるかな。いやもうね、正直ね、食えるし楽しかったらね、かそっていいんじゃねえかっていう悟りを開いてんだよ今。その閲覧が増えることがそんなにいいことなのかっつったらね、俺分かんなくなってきたの、マジな話すると。もう本気で強がりで言ってるわけじゃなくて、その閲覧が多いことが正しいことなのかっていう、そのなんか政権好きの握り方はこれが正しいのかっていうドッポの問いに近いよね。なんかそのわかる、もう究極のところまで来てて俺5年目になって。で多分ね、結論なんだけど、多分ね、閲覧増えても意味なんてないよ本当に。閲覧増えた方がいいかもしれないけど、量じゃなくて質なんだっていうことにだんだん気がついてきた。閲覧は意味ない、うん、本当に。まあ旅と配信の両立は難しいですよね、うん、だからかそるかそるって言ってるけど、あのね、俺本当に不思議なんだけど、ラーメン屋だとするじゃん、俺が店主がやばい、お客さんが来ない、お客さんが来ないって俺が言うんだったらわかるけど、お客さんであるリーさんがこの店大丈夫っすか、ガラガラっすねって言う、この理屈が俺よくわかんなくて、成り立ってっから大丈夫だよって言ってるわけじゃん俺。そのかそってるねって言われても、いや大丈夫なんだけど、うち経営5年目なんだけどって言ってんだけど、客側が、え大丈夫って、マスター客いないよって、いや常に200人ぐらいいんだけどなみたいな。あーそう、だから別になんか客が心配することじゃねえんだけどなみたいな。もうかそってもいいもんね。千丸すげえな。自転車で世界一周しながら世界一周、なんか GPS とか持ってんじゃないの、専用の衛星とか。ハッキングできる技術とか、うん、友達とあそこの店まずいよねとか普通に言うでしょ。俺リーさんと友達じゃないじゃん、まず。で店側が俺なの、なんで俺悪口言われてんの。うん、閲覧炎上はニコ生の流れだからな、その時代も終わりつつある。だからあのね、ワド、それわかるわっていうか、それ気づかなかったわって言われるのが、あのね、野田ゾーリ、よっさんとかニコ生で気づい、すごい地位を築いた人いるでしょ。ふわっちで出席確認と手上げやります？やらないでしょ。あんだけニコ生だと、何々さんいらっしゃい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 って10分間もやるじゃん。で、何々だったら手上げて、絶対やらないでしょ。だから、本当にあいつらはモンスターだよ。1位を取るためだったら何でもやるんだよ。逆に1位取らない、合理的じゃないことはやらないんだよ。花火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 って言うでしょ。いやだからね、プロってそういうとこだと思うよ本当に。すごいの、配信主としての魅力がいまいちだった。やってることすごいのに配信主として、いやそうなんだよ、何をやるかじゃなくて誰がやるのかなんだよ、うん、そう、やってることがすごいとかね、ことはどうでもいいの。本当にだ、そうだよ、うん、フワッチ転校してもだってアクティブ上がるとかさ、ランキング上に行くっていう理論ないじゃん。転校なんてもんは、あんなもんリスナーを道具だと思ってるからできるんだよ。チクラ上に上げたいだけなんだ。
あ、でもね、ワン太郎は意外と再評価が始まってて、俺すげえ嬉しいんだよね。ワン太郎は最近なんか閲覧伸びてきてて、やっとかと思って、俺ワン太郎こそもっと評価されていいやつだと思ってたからずっと。ワン太郎面白いのになっていう。なんかすげえ悔しかったから、ワン太郎が評価されてるのは単純に嬉しいね。ワン太郎面白いよ。ワン太郎のリュックの話したっけ？カオス。聞いたことある？ワン太郎と俺のリュックサックの話したことあったっけ？あいつ配信外でクソ面白いんだよ。配信外で面白い。ロハコ事件も釜揚げの件もある。いや、ロハコ事件の時はチャンス逃したなと思ってるけど。リュックサックの話しようか。ワン太郎が俺の家泊まり来てて、結構ちょくちょく泊まり来いよっつってて、はいっつって。で、まあ旅配信者だからこういうリュックを背負ってるわけよ。でも俺は旅配信でこれ買ったからね、もう稼いでますよ俺の方が。もう説教してやったの。もう配信外ですよ。まあいやらしい話。お前さ、俺リュック買ったんだけど、リスナーさんに超いいリュック買ってもらって、ね、教えてもらって、この前買いに行ったんだよ。お前ねって、俺いくらのリュック使ってると思うって。わかんないっす、和藤さん。いくらなんすかっつった。お前さって。俺、まあ正直やらしい話、まあ俺2万5千円のリュック使ってんだって。で、あ、お前も旅配信者だろって。いいリュック買ってもらえよ。リスナーさんに無理言う。ね。そこはねだっていいと思うよって。はい、そうっすね。いや、和藤さんのリュックいいっすね。いや、僕も早く和藤さんの、マゾンさんみたいにいいリスナーさんつけていいリュック買ってもらいますだろっつって。だから甘いんだよ。もっと貪欲になれよ、配信に。はい。そうだよ、つって。リスナーさんに、ね、ねだって何が悪いんだよと。お前に足りないの、そういう貪欲なところなんじゃないのみたいになって。まあ、俺はもう自慢して気持ちよくなってんだよ。もう10分ぐらいもうワンダロー、はい、勉強になります、すごいっす 勉強になりますって。ところでお前のリュックいくらだろうって。5万円です。 いいやつだろう、あんたろう。5万円です。 俺よりいいリュック使ってんだよ。それどうしたの？リスナーさんにもらいました。 超俺恥ずかしかったよ。やるなみたいな。こいつと思ったよ。こいつ分かってるわと思ったけど、全部配信外なの。そういう話いっぱい出てくんの、ワン太郎って。そう、そうなんだよ。ワン太郎のリュックめちゃめちゃいいやつで、俺が先輩風吹かしまくって。おで、ワン太郎のすごいとこってそれを言わないんだよね、こんな面白いネタに。この話はワン太郎目線で話した方が絶対ウケるんだよ。だけどワン太郎は人がいいから言わない。俺のブランドを傷つけたくはないっていう、その和道さんのアンチな話なんかできないっていう、いいやつ。いや、わざと泳がしたっていう感じでもないの、本当にいいやつなんだよ。だから、なんでわざと泳がしたらワン太郎目線で喋った方がこの話は面白いの、絶対。和道初っていう目線の方が面白いのよ。だけどワン太郎がこの話してないじゃん。だからあいつはただのいいやつだもん。天然っていうか、だから先輩の顔潰したくないっていう、ただのいいやつなんだけど。そう。いや、ワン太郎かっこいいと思うよ。かっこいいオーラがないっていうか。
そう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 、見た目は爽やかなんだけど、そうなんだよ、結構サイコパスなところあるんだよね、あいつ。なんかね、そう、あいつはそういっぱいあるんだよ、こういうエピソードが。すっげえ面白くて、配信者が集まっててみんなドカーンって笑ったのに、ワン太郎今カメラ回ってないからね、えっていうこととかもあんの。みんな回ってないの分かってるのに、ワン太郎だけ回ってると思ってて、一人でドカーンってみんな笑った時あったんだけど、ワン太郎ドヤみたいな顔してんだけど、ワン太郎今カメラ回ってないからねっつって。あいつ持ってるんだよな。酒飲むとゴミくずになる、うん、愛すべきバカ系なんだよね。俺ワン太郎はもっと評価されてほしいし、もっとなんかこう有名になってほしい一人だわ。そのなんつうんだろう、かわいい、本当にワン太郎は本当にかわいい、うん、ワン太郎と一緒にいると気持ちよくなれるの。すっげえなんかもういい子、ワン太郎好き、フォローありがとう、ワン太郎。でもね、配信あんま好きじゃないんだよね。ロハカさんの時ワドひどかったんだよ。いや、まあひどいぞ。ゆみちゃんはどうぞ。可愛くて気持ちよくなれるなんて。あ、カメオいらっしゃい。いいね、ドラクエ5の主人公いいな、青年期だね。ドット絵で自分のキャラクター作りたいもんな。ドット絵作りたいな。置いていかれたって言われたわ。じゃあ俺帰るわって。おや、置いてったよ。置いてったよ。じゃあ帰るわっつって。ワイルちゃんに任せてくださいって言ってたよ。あとは僕に任せてくださいって。任せたわ。荒ぶる神に生贄を捧げたら。いやー面白いよな。だってカマユにチンコしゃぶられた話、嬉しそうに話すからね。僕同級生でニューハーフの人にチンコしゃぶられたの僕だけっすよっつって自慢してくんの。全然羨ましくないのに、すっげえ、なんか和道さん同級生でニューハーフにフェラされた人いませんよねっつって。僕何が悲しいって、フェラの放送やったんだけど過疎すぎてバンにならなかったんですよっつって。バン覚悟でやったのに僕バンにならなかったんですけどどう思いますっつって。最高だよね、ほんと。そ、絶対バンになる配信じゃん。誰も通報しなかったんだよ、9人ぐらいのリスナーで。すごいよね、そう、うん、私は任せてください。うん、それがすごいよね。釜湯にしゃぶられてバンにならない、どんだけ持ってないんだよって。先輩の名を借りてそんな閲覧になる方が奇跡だわ。
いや、もったいないんだよ。ミスターもったいないなんだよ。で、もっと一番面白い、何かがワンタロ面白いっつったらさ、インド配信楽しみにしてるわって言ったの。そしたら、ワドさん、インド行くの、僕の夢なんですよ、子供の頃からの。いや、それ知ってるよっつった。なんか配信はしなくていいんですよ。俺、マジかと思って。僕の子供の頃からの夢なんで、電波なくて配信できないと思いますよって。俺びっくりしたよね。配信しないのっつったら、いや、最悪っていうか全然する気ないっすね。 マジかこいつっていうのもあったし、あと、ワン太郎が大変って珍しく、ワン太郎のリスナーが俺にポンプ入れてきたのね。どうした？ワン太郎何があった？財布取られたの？ワン太郎財布取られたの？あいつインドに行く50万すられたのか？持ってるわ、やっと来たわってなった、俺の中で。財布すられたの？よし、ワン太郎助けなきゃって電話したの。もしもし？ワン太郎？はい、ワン太郎です。お前大変だったなってリスナーさんに聞いたよ。はい、大変でした。お前さ、インド行くための50万もう全部なくなったんだなって。50万は通帳に入れてあるんで大丈夫です。財布のすられたんだろう。はい、2000円なくなりました。切るわ。ガチャ。つまらん。 もうね、配信者としてことごとく持ってないの。いやー、びっくりするよね。そう、必死で何ヶ月もかけてリスナーさんのお店で働いて貯めた50万、それがすられた。ドラマティック。ない。通帳にしっかり入れてあるから大丈夫です。銀行にも電話してありますって。もう意味がわからないよね。財布の中いくら入ってたの？2000円です。 いや、もうびっくりするんだよ本当に。持ってるんだか持ってないんだかもう全然わからない。すごい面白いのにね、人がもっとワン太郎の面白さに気づいてほしいよ。意味わからん。 わけわかめ。 で、リスナーさんに説明したら、なんだって言ってたから、50万すられてねえのかよって。 なんか期待して損したみたいな。 なんかそんなリアクションだった。多分ね、いい人すぎるんだと思うよ、ワン太郎は。その配信者にしたら、ていうか今日寄り目だな、俺。今日ちょっとひどいな、疲れてんな、寄り目だな。今日もひどいな。今日ひどいな。ひどいな、寄り目だな。俺童顔だよね、結構ね。あ、ルシさん、飲むのもお疲れ様です。いや、寄り目はね、疲れてれば疲れてるほど目が寄るっていう習性があんの俺。だから鏡見ると大体今日頑張ったなって。 ひどい。 鏡見てうわっていう時あんの。今日頑張ったなって。寄り目でわかる。おう、琴音さんいらっしゃい。いや、サムネ違うんだよ。俺のアイコン、ちゃんとよっさんみたいにちゃんと有名配信者には顔文字あるんだよ。ちょっと待ってね。俺のサムネこれだから。これリスナーさんが作ったやつね。これが俺のアイ、あの顔文字。 これリスナーさんが作ったやつで。 ひどいよね。 大体ニコ生だとこれ書かれてたね。 すごいでしょ。琴音ちゃん違う。もっとシンプルだから俺の顔文字。
で、アンチであればあるほどこうやって顔の感覚が広くなるの。顔の感覚が広くなる。もっとシュッとしてるだろう。どんどん寄せてくの、中央に。いや、すごいクオリティだよね。いや、なんでなんだろうね。っていうか、ワドウスレなんか見て何が面白いの？ 俺もう自分のスレッドなんか見ないよ。全然。全然見ない。面白いの？俺のスレッドを見て。面白いのかな。いや、なんかね、あとね、ファッションでやってる部分あると思うよ。なんか、ワドースレッドを見ながら放送見てたら、あ、俺も叩かれたくねえから、そのアンチっぽく振る舞わなきゃみたいな。スレ読み配信しない。もうだって書いてあること想像できるもん。書いてあることが想像できるから、いい。何も生まれない。だから、カオスはスレッドあんの？自分の。自分のスレッドが立ったらわかるよ。全然興味ない。だって、いいことが書かれてるはずがないから。あ、でもちょっと感動したのは、なんかリスナーさんから、和道さんの2チャンネルで、もう25スレッド目かなんだかなんだけど、初めて囲いコメントがスレに書かれたよって言われて、え、何？なんて書かれてんの？っつったら、和道さんをいじめないでください。和道さんはとってもいい人ですって書いてあったよって。で、それを感動したんだけど、のんちゃんにそれ話したの？いや、リスナーさんにいい人いるわって、和道さんはとってもいい人で、和道さんをいじめないであげてくださいっていうコメントが書いてあったよって、のんちゃんに感動するよねって言った。あ、それ書いたの私だよって言った。 お前かいって。 それちょっと面白かったね。 おはようございます。あ、スレッド立てていただけたんだ。ゆみやさん、おはようございます。あやちゃん、おはよう。山さん、おはよう。スレ読み配信。ああ、面白いのかな。いや、最初だけだよ。有名になってはしゃいでられるの。全然有名になっていいことなんかないよ。最初だけ、カオスさんですよねって街中で声かけられて、おお、有名になったわっていうの、最初だけだよ。最初だけ。本当に最初だけだからな。 あ、もうすでに開けられてる。おはようございます。もう全然俺は街中で声かけられても塩対応だからね。はい、どうもーって、応援よろしくお願いします。あ、どうもこんにちはって、いつも応援ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いしますって言って帰るから。塩対応ですよ。塩。 ありがとうございます。昔はね、あ、ホテハンなんですか、あ、何きっかけで見てくれたんですかって、いつもありがとうございます、頑張りますって言ったけど、あ、どうもどうも、よろしくお願いしますっつって、おはよう、にやこ、アイテムありがとう。いや、有名にならない方がいいよ。
有名になっても何もいいことないよ。何もいいことがない。過疎に戻りてえな。マジで過疎に戻りてえな。閲覧30人になりたい。いや結局蓋開けてこんなもんかって感じだよね。何にも変わんないよ。配信は趣味でいい。ほんとほんと。いやだからそれってもうプロになりたいという欲が出てんだよ。もうプロになりたいっていう願望が見えるもん俺。カオス、ハンドルネームやってこっそりやって、いやだからハンドルネームこっそり変えてやればいいじゃんって言うけどさ、俺ね一瞬で見つかるんだよ、俺一瞬で見つかるのよ。でまず顔出しはできないじゃん。俺コテハン変えて顔出しやっても閲覧すぐ元通りになるよ、たった1日で。道外さないでね、ノリでなんかする人だから。え、どういうこと？コミュ版とかってこと？犯罪とかってこと？何道外さないでって。ひまわりストリームはさ無理でしょ。でも俺実はそのハンドルネーム全く違うやつで配信やってるからね俺あのやりたい放題ですよ、言わないけど。ああ睡眠取りますよ、はい、秘密のアカウントがあるんだよ実は。本当の俺がそこにいるんだ。シャイニーは俺のアカウントでやってんじゃねえか。シャイニーなんなら閲覧多少あるだろ。あでも過疎配信やろうかな、がっつり。ワードを捨ててがっつり別でやろうかな、それこそニコ生とかで。なんかそれもありだよね。2回売れるか、2回売れるか問題やりたいな。でもね、あの正直言うとね、一回やり方覚えたものはやれるよ。キャスもやってたよ。2回売れるかっていう問題あるよな。そうなんだよね。
ドキドキライブとかわかんないな。うん、一番でもヒットしたらでかいだろうなって今思ってるのは YouTube だね。YouTube ライブがこれから来るのはもう俺はもう絶対来ると思ってるから、 YouTube ライブは。だから YouTube ライブで当たったら多分その配信界の大手の流れが変わるぐらいの影響力があると思ってる。そう、ふわっちで大手になりましたとかいうレベルじゃなくて、もうなんかこれこれとかいうレベルになると思うよ今で言う。だってこれこれって世間的には YouTuber って言われてるらしいよ。配信者っていうカテゴリーであんまり見られてないらしいよ。俺 YouTube ライブで当ててふわっちに客引っ張っていきたいかな。いや、あのね、ニコ生に期待してる人いない。多分、横山みどりさんだけだと思う。誰も期待してない。正直。うん。あ、ガイなんだ。バド一種のカオスってもうワンくくりになってるんだ。石野もくら替えしたらしいね。な、何がくら替えなの？そりゃふわっち1ヶ月半になってるからやってるだけだよ。いや、みどりさんすごいよね、プライドがね。いや、俺に意味がわからんって言われても、あいつらの意味が分かったことなんか俺一回もねえからな。今日は、多分寝て起きて、小じきじゃない。花火くださいって。なんで毎日毎日そうじゃん。花火ください、花火ください、花火ください、花火ください。だから一生花火くださいって言い続けるんだと思うよ。多分。死ぬまで。くそつまんねえ人生だよね。で、多分花火そこそこもらえるんだと思うよ。いいこと考えた、いいこと考えた。1億円分の花火もらったら引退しようかな。花火500円儲かるわけないじゃん。儲かるわけないじゃん。儲けてるように見えます？儲けてるように見える？俺がもう本当にアルバイトやってた方がマシっていうぐらい稼げてないですよ。お願いします。本当に全然稼げないです。本当に本当にもう本当ご飯食べたいっす。頼みます。本当にスロット配信ね、花火上がんないかんね。あー、もう全然食えないっすよ。本当貧困です。貧困。家賃もギリギリっすよ。本当シーチキンしか食べてないんで、ツナマヨネーズが主食なんで僕の。たまにはな、野菜炒め食べたいな。本当にガリガリですかんね僕。ガリガリ、あばら浮いてますから。昨日行ってないよ。閲覧はポイントになってほしいよな。ほんと閲覧がポイントになるんだったら俺そこそこ稼げるわ。いや、バイトできないんすよ。バイトできないんすよね。
いやもうガリガリっすよ。いやセブンティーン全然やってないよな。契約どうね。ああ。コメント数でお金にはなりますよ。ならないっすよ。うん。コメント数でお金にはなりますよね。ならないですよ。1円にもならないですよ。逆になるんだったら、もっとコメント貪欲にコメントが来る配信やるわ。コメントがお金になると思ってたの？なるわけがないよね。運営大赤字くらい。ありがとうございます。ありがとう。バカありがとうございます。ありがとう。カオスありがとう。あれ別枠で言ってた。え、誰が言ってたの？そんなコメント数が金になる、にわかにも程があるでしょ。多分それ言ってんの大嘘だよ。野菜食べないとね、体壊すよね。あ、ありがとう、あやちゃん。バカありがとう。いや、わかんないよ。ミサマモの配信見てるけど面白いように花ぶと思う。だってミサマモ超面白いもん。あいつ面白いもん。ミサママはめちゃめちゃ面白いでしょ。顔芸がすごいからね。あ、バカありがとう、ユミヤさん。もううなちゃんマンとは戦わないの？戦わないっすね。面白いよ。ミサママがアイテム飛ぶのは俺は全然納得いくよ。あれは頭おかしいでしょ。あや、てか愛子さんって今閲覧こんな感じなんだ。逆に納得いかない人？納得いかない、あー、こいつがこれだけもらってるっていうのおかしくねっていう人か。ちょっとマンスリー見るか。いや、まあ荒野とか全然納得いかないよね。荒野は全然よくわかんねえかんな。あ、まあ面白いんだろうね荒野。うーん、荒野、荒野が荒野、うん、荒野、俺より上荒野だね。荒野一人だね、うん、荒野は納得いかないよ。もうかそれっていつも思ってるね。かそれ、かそれ、かそれってもういつも思ってる。こうや課題評価っていうか、なんかもう嫌だね。ちょっと閲覧も撮ってほしくないし、花火も上がってほしくないかな、こうやは。うん、いや、ゆうくんっていう人が誰かわかんないっすね。
金梅さんは面白いでしょ普通に。金梅さんってその配信会でトップにいる人だよ。なんかビートだけしつまんねえよなっていう感じに聞こえる。まだよっさんの方が面白い。いや、よっさんと金梅さんとかもう横並びの人でしょ。なんかビートたけしとさんまさん比べてるような話に見える。いや、面白いからあんだけ人見てるじゃん。金梅さんは面白いでしょ。前さんもコンビニでカゴにそのままから揚げ入れてるところが良かった。ひどんなが閲覧すごいよね。ひどんなのファン層がよくわかんないかな俺も。ひどんな実際会った時別になんか別にパッとしなかったね。コメントで面白くなってる感じ。そんなのつまらん。あ、まあ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 、まあ、面白いつまんないは人それぞれだからな、おい、おはようございます。諸君いらっしゃい。オカマが女性の教官呼ぶの何なんだろう。あー、何なんだろうね。あー、いや、だから煽る天才なんでしょ。別になんか福島県産食べないとかいうポリシーがあるわけないじゃん。リスナーを怒らせる天才なんでしょ、煽り。和道も面白いと思うよ。いや、俺は面白くないよ、俺はつまらなさでここまでやってきたから。逆にゲイに嫌われてるひどんな発展バーラスから。いや、あのね、違うんだよね。なんか、いや別になんかあれだよ。いや、イチローの打率はあんまり俺は良くねえと思うな。バッティングあいつは、ああメジャー行ったら失敗するなとかさ、あいつのピッチング良くねえんだよなって。ああ。やっぱ、あれだわって。管巻いてるサラリーマンいっぱいいるな。なんか、そんな感じに聞こえんの。面白くねえな、あいつは。まず、そのコメントがまず面白くないの。そのはず、居酒屋の、なんか。間違いなく、その、あなたよりも野球うまいし、あなたがディスってる人は。で、あなたよりも面白いから芸能界にいるんですよ。っていう。なんかその素人がプロによく口出せるなっていうのは、俺は常に思う。なんか居酒屋とかでいない？なんか、いやー、松本人志あんま面白くないっしょみたいなのとか。なんか誰でもいいんだけど、ダウンタウンとかどうとかさ。いや、お前より面白いわ、と思って。お前より確実に面白いわ。っていう。なんでその素人がプロにシャシャリ出るんだろうみたいな。面白いから人集まってんだわみたいなのがあるわ、どうしても。そう、 YouTube のコメント欄とかも、どうそれ。なんかそう、自分のことを棚に上げて
その誰々はつまらんって言えるのがよくわかんねえな。アンチやめるっていうか、それを俺に宣言して何なの？まあ別にいいけど。アンチやめるってなんだよ。なんだアンチやめるって。うん、2チャンネルとかそういう書き込みばかり。ああ、オキオンシディアバーガーありがとう。なんかイチローがさ、メジャーに移籍する時の2チャンネルのスレッドを読んだことある？過去スレ。めちゃめちゃ笑うよ。すごいのよ。もう終わったとか、もう死んだとか、もう要は庶民のなんか、そのイチローがメジャー行きますっていうイチローの予想スレみたいなんだけど、全部 99% 外れてんので、たった一人の小手半のやつだけ的中させてんの。いや、イチロー君はこうでこうでこうでこうなって、打率はこうでこうでこうでって一人で戦ってんの。そんなもんだよ。見る目があるやつって100人に1人とかだよ。 99% はもうトンチンカンなこと言ってんので、その過去スレをあえて今見るっていうスレッドを読んだんだけど、本当にインターネットの住民は未来予想は下手だっていう結論だった。俺らって未来を予想する力本当ないよねっていう。そんなもんだよ。そんなもん。アンチいた方が面白いと思うけど、いない方がいいと思うのかな、やっぱり。アンチがいたら面白い。アンチがいたら面白い。放送スタイルによると思うよ。いや、2チャンネルの情報を信じるやつがいたら頭おかしいよね。アホでしょ。家畜に未来はない。何の話。ああ全然いいけど、好きに使って。ほつれか。その昔はイラッとしてたりしたけど、結構今冷ややかな目で見てるっつうか、そのなんつうんだろう、批判する、まあそういう人間がいる以上だね。いや、カオス喜んでるんだもんだって。それでカオスの性格わかるから、それを楽しんでる自分がいるじゃん。でしょ。いや、だから叩く対象なんか何でもいいんだよ別に。理由なんかないんだよ。
集団いじめをしたいだけだから彼らは。だから弱い者いじめ大好きでしょ、集団いじめ大好きでしょ、印象操作大好き、ただそれだけだから意味なんかないよ何も、うん、かまってくれるつか反応してくれてる人の方に流れるだけだよ。優劣コンプレックス、アドラーの神経、優越コンプレックス、いやだから、いや、ね、そういうことだと思うよ。だからそのなんつうんだろうな、自分より下を見つけるゲームにずっとハマってるっていうか、その底辺層が自分に自信がない人ほど多分それをやるんだと思う。その俺より下を探そう下を探そうって、でその標的が俺なんでしょう多分、うん、ためになる叩きもある。例えば多分そうだと思う。底辺である自分をなんか下を見つけてこき下ろせばこき下ろすほど自分が上になってる気分になってるんでしょ。自分のポジションなんて変わってないよ、うん、でその上に立つような人間つうか、その上流階級にいる人間は下ばっかりだからあえて叩く必要がないわけじゃん。自分が上に立ってるっていう自覚があるわけだから、下なんか叩いても意味ねえっていうの分かってるから、底辺層ピラミッドの最下層が最下層を作ろうとしてるだけだから、うん、うん、そこに意味はないっていうか、それをやればやるほど本人がその仮想から抜けられないっていうのを本人が気づいてないから、俺はそこに引きずられたくないんだよね、うん、歯抜け言われて、ああそうだ歯直そうとか思った、うん、さっき和道が言ったように俺含めリスナーのほとんどは豚だからね。俺豚だとは言ってないよ、俺含めリスナーほとんどは豚だからね。だから煽り合いとか警察芸みたいなのがいつら集める、うん、いやそれは分かってるのよ。だけど俺はちょっとそこに気づいてほしいつうか、一人だけでもいいから変わってもらいたくて、なんつうんだろう、それを知ってても命削ってるんだぜっていうのに気づいてもらえるの。別にそれやりたいんだったらいいんだけど、命削って俺のために命削ってるんだぜっていうのを覚えておいてほしいよ。俺の養分になっちゃってないかっていう、お前らが頑張れば頑張るほど俺の養分になってるわけじゃん、わかる？でお前らは何か得るのかっていう、何も得ないんだよ。だから俺のことを見ない語らないかそらせていく方が実はアンチにとって有効なんだよ。俺のことを語らないこと、そう、俺のことを無視することが実は俺が一番効くんだよ。でしょ？でしょ？なぜそれができないのかな？わからない、俺は。ああ、ストレスと体重だけか。いや、いいんだよ別にそれ。何だからここで書かない限りは俺ノーダメージだからでしょ。ここで書かない限りはノーダメージの、なんでかって言ったら見ねえから。でそれを例えば見て真に受ける人がいたとしたら別に付き合っても意味がねえからどうせ向こう側の住民だからまたノーダメージなんだよ。ただ閲覧が増えていくだけなんだよ。だからなんて言うんだろう、俺のことこき下ろしてるふりして俺の養分になってどうすんだみたいな、どうしたいんだろうっていうか、
いや、好きなのかどうかわかんないけど、気になるんだ。勘に触るとかそういう感じなんだよ。でもね、多分ね、スレッドに書いてんのって2、3人だと思うよ。2、3人が30人ぐらいの感じで盛り上がって書いてるだけだと思うよ。本当は2人とかさ、2人のアンチとかこう頑張って、でも掲示板の有利なところってさ、ログがずっと残っていくの、記録が。だから量が多く見えるんだよ。ただ単にそれだけだよね。おはよう、ゆらちゃん。気になる蚊に触るって愛情の定義、そうなんだよね。蚊に触るなら見ないでしょ。見ちゃうんだよね。黙ってブロックしない時点で気になって仕方ないのよ。誰が？黙ってブロック。ああ、俺のことをってことだ。リスナーさんがね。ノイジーマイノリティでしょ、完全に。サイレントマジョリティ、ノイジーマイノリティが分かるのは、俺はすげえ体感することいっぱいあるよ。スレッドに誰か書いてる。分かるよ。分かるよ。っていうか、俺は分かるよ。一番笑ったのは、2チャンネルで叩かれてた時、俺がまずスレッド読んでる時に、コメント欄で2チャンネルと全く言い回しが、なんか癖のあるコメント書くのよ。なんか、分かる？癖字みたいなのってあんの？コメントに。なんか、あ、ここでハテナマークつける人なんだみたいな。で、その特徴を読み上げてたら、そいつが現れたことがあって、そいつが「いやいや」をつけ忘れたワンワンだったんだよ。 お前かっていう、連れ主お前じゃねえかっつって、その時はみんなで大爆笑したよね。ワンワンが書いてたっていうのを本人がミスで、そう、あれは笑った。いや、あれは自白っつうか、なんか、しかもそれね、ワンワンはそんなこと書かないだろうみたいな感じでワンワンが書いてたんじゃなかったかな。なんかそんなんがあって、 はずみたいな、みんなで大爆笑したことあったもんね。いや、嫌いどころじゃないもん、因縁の中だったかな、当時は。有名人だったらネットは見ない。まあまあ、そうでしょうね。アンチって他人を叩くことで認知愛なんだよな。それでわからない、叩いてるから子供なんだろうけど。いや、対立今はしてないね。全然してないね。チャンネルにスレッドが立つ配信者は、タヌキだけの配信者より格上な気がしてる、勝手に。格上っていうか、多分ニコ生を経由してるだけだと思うよ。だからツイキャスはタヌキじゃん。で、2ちゃんになんか書かれないじゃん。だから、俺の場合、そのフワッチでタヌキ民、要はアンチだよね。と、2チャンネルで、そのニコ生系のアンチっていう。で、多分、タヌキ民のアンチとニコ生系のアンチは質が違うと思うよ。なんか。多分違うと思う。あ、でもね、ちょっとタヌキミンは可愛い、俺からすると。タヌキミンは可愛い、ね、ちょっとね。それの意味が分かるのは、多分2ちゃんの方のスレッドを知ってる人だよね。たたれ。にちゃんとタヌキは全然、もうこんなのがアンチコメントなのかっていうぐらい可愛いよね。なんつうんだろうな。2チャンネルはもうなんか、誹謗中傷とかいうレベルじゃなくて、もうなんか小説みたいな、なんかもうイマジネーションの世界の。なんかすごいの。もう妄想がすごくて、過剰演出っていうか、なんつうんだろう、もう、肉付けがすごい感じなのよ、もう。もう逆にここまで行くとフィクションだろっていうぐらいすごいのね、もう。あの手この手で持ってくん。
だけどタヌキミンはなんかちょっともうなんかキッズ感がすごいっていうか、うん、排除は存在否定、アンチは叩く。でもさあの要はさ、ここでは書けないわけで、もしくはここで書きながら囲いのふりしてタヌキも楽しむとか、いろんな楽しみ方があると思うんだけど、あのなんつうのかな、そうあのなんつうんだろう、それをやってたから何になるんだろうっていうか、もう誰だか分かんない人と会話して寂しくなんてんのかなみたいな、なんつうんだろう、うん、愛せる部分っていうか、なんかちょっとなんか幼稚というか、うん、バレてるとかバレてないとかいう問題じゃないよ、バレてるとかバレてないとかいう問題じゃなくて、なんかもうやりたきゃやればっていうやれたきゃやればいいけど、まあ正直、だって正直言うよ、タヌキで書いてる人がいます、俺会うことないじゃん、向こうも会う気ないわけじゃん、で一生関わることないと思ってるから、ロハコさんおはよう。俺は正直言うと他人以下っていうか、もう他人そのものだから、うん、で例えば本当の知り合いにタヌキ見たんだけど本当ってならないじゃん。ロハコさん本物だよ。ロハコさんってだってずっと古い、もう3年ぐらい見てるリスナーさんだわ。配信者やる前からずっとリスナーさんだわ、ロハコさんは。世間の渦で苦悩してる人は少ないと思う。なんつうんだろうな、いや別にそのスレッドで否定しないっていうか、なんつうんだろう、いやだから誰のスレッド読んだとしても個人名スレッドあるじゃん、いや芸能人でも何でもいいことが書かれるはずがないと思ってて、どっちにしろで、イチローがイチローのスレッドを読む、矢沢永吉が矢沢永吉のスレッド読むか、中川翔子が中川翔子のスレッド読むかって言ったら読まないよ、うん、絶対読まないでしょ。あ、近藤さん花火お願いします、うん、だからまあ読む、しょこたん読みそうだよね、うん、いやしょこたん読まないかな、どうなん、しょこたん読むかもしれない、しょこたんは別のアイドルの悪口書いてそうな感じです、うん、だからなんだろうな、俺とは別の世界にいる人、しょこたん自分のそれ読むんだ、なんだろう、なんかよくわかんないよ本当に、なんか全然わかんねえな、だからなんだろう、あのね、じゃあわかった、わかった、行くよ、すっごい怖いこと言うけど、俺の悪口書いてるやつらが、まあ匿名さんですよ、がオフ会やってごらん、俺が知らないところで、うわーってなるよ、みんな全員が、はじめましてって会場に入った瞬間にうわーってなるよ、全員キモーってやばやって和道どころじゃなかったってなるよ、入ってきた人もうわーって、もう全員でうわーってやべえなって、気持ち悪ってなるのよ多分同族嫌悪というか、あ、やばい、私こんな人たちと話してたんだみたいな泡吹くぜ多分、それはちょっと提案したいね、
たぬき和道スレッドオフ会、同族嫌悪だと思うよ。いや、そうなると思うよ。なんでかっていうと、俺はアンチに会ったことあるし、囲いに会ったことあるから、どんな人か分かるのよ。会ったらこういうコメント書いてる人だから、もう正直言うと、あ、ちょっと病気だなっていう人いるじゃん。あ、ちょっとやばいなっていう人は、まあちょっとやばい感じなのよ本当に。で、アスペだなこの人っていう人は、まあ漏れなく会ったらアスペ顔なので、かっこいい人っているのよ。コメントでかっこいいコメント書く人って、まあかっこいいんだよ本当に。で、優しそうなコメント書く人は優しそうなの。タヌキ民なんか会ってみる、もうみんな多分会った瞬間ゴボゴボゴボだよ、もう多分本当に、多分すごいことになると思うよ。うん、いや、なんか涙止まんねえと思うよ。しかも多分3人ぐらいしか集まんないでしょこの3人、この気持ち悪い3人で俺らなんかずっと悪口書いてたんだみたいな、なんかすごいことになると思うよ。米になれた人は実物でわかるっていうね。あ、わかる。あの、石野ももう長いからわかるし、あの、配信者で結構そういう話になるよ。配信回ってない時。俺は結構本人の、ま、こういうところで話しちゃうんだけど、結構あのえぐい話してるよ、配信者同士で。配信回ってない時にあいつ気持ち悪いよなみたいな。それこそ雑談タヌキとか2チャンネルなんてレベルじゃないよ。あいつ気持ち悪いよなみたいな。まあここにいる人たちも言われてるかもよ。あいつのコメントきついよなみたいな。マジきつい、気持ち悪いよなってえぐいぜ本当に、うん、お前らだけがそれをやってると思うなよっていう。うわ、わかるわ、あいつだろう、あの子だから、そうそう、気持ち悪いよなってなってるから。俺らは俺らの楽しみがあるから、うん、ひどいなっつって、うん、うまくコメント量産したよな。和道はなかなか話題作りいいな。ありがとうございます。怖いでしょ。いや、結構えぐいよ、結構えぐいよ、うん、結構えぐい、うん、食品偽装とかで買ってないのに返金しろとか行列に並ぶ、ちょっとよくわかんねえわ。一生増やるんよくわかんないわ。あのね、大体ね、よくわかんないコメント書く人はよくわかんない人ですよ本当に。一生増やるの意味は俺は多分永遠とわからないけど、多分そういう感じの人ですよ。あら、一生増やるんだろあら、わざわ増やるんだよなってふわっちやるんを、ふっやるんって、もうすげえだよな、ほんと。かわいい。だから悪意がなかったらかわいいけどね。イケメンがうさわらしでディスるってありえないし、どういう範囲の人が。いや、イケメンでうさわらしてる人とかいうか、かっこ悪いや、かっこ悪い。なんつうんだろう、かっこいい人ほんとにたまにいるんだけど、まともな人もいるんだけど、まともなやつが配信なんか見てねえよな。やる方も、配信やる方も見る方も、まあ、きつかいだよ。そもそも、だから、俺は、やる方も見る方も、両方ともどうしようもない人間なんだから、せめて足の引っ張り合いやめねえかって言ってんの。わかる？なんか、俺がろくでもないのは、俺はわかってんの。でも、あなたがろくでもないのもわかってるんだよ。で、
お互い足引っ張り合ってどうすんのって俺は言ってて、そうじゃなくて楽しもうって言ってんの。どっちもどっちだから。俺1ヶ月に1回ブロック解放してるよ。おはよう大輔さん。経済力ある人もいるけど、なんか、よくわかんないね。投げるやつは投げるし、投げねえやつは何言ったって投げねえから。そんなリスナーの顔色200人もいて、全員の顔色伺って配信なんかできねえわ。投げたきゃ投げろ。投げたくなきゃ投げるな。でも花火はくれ。以上だよ。投げたきゃ投げろ。投げたくなきゃ投げるな。花火はくれ。以上。いや、ください。もとい。ありがとう、バーガーありがとう。いや違うんだよな。俺が言い出したわけじゃなくて、豚とかなんかゴミとか言ってるから、さすがに俺はそれ言い過ぎだと思ってて、石野はリスナー全員を豚とかゴミだって言ってるから、もっと可愛い感じのなんかないのみたいな、人が傷つかないのって言ったら、ピカチュウって言い始めたから、まあそれが一番マシだわっつって。だからそう、なんかゴミとか、そう、しかも俺のリスナーさんに明らかに言ってるから、そのお前のリスナーゴミだろうが豚だろうが何だろうが知ったことじゃねえけど、俺のリスナーさんをゴミとか豚とかやめてくんねえかって言ったら、じゃあなんて言えばいいんですか、ゴミに向かってって言うから、なんか可愛いのねえのって、じゃあピカチュウで手打ちましょうみたいな。だからその俺のそのリスナーさんに対するディスはピカチュウだよ。いやピカチュウしかいねえなこの枠とか言って、ミュウツーいねえのかよとか言って、いないわーつって。いや、もうちょいうまくやればいいのになんて、俺もそうだよ、本当に。違う海で見えてない。潜ってる。あのね、それはね、テクニックだよ。爆走は狡猾だから、爆走はだから、カオスはドルさんのリスナーだからブロックするなって言われてブロックされてないのはね、コメント封じっていう技と自分に関心を向けられるの。だからカオスは多分その昨日の配信気になって次の日も見ちゃうの。あいつは狡猾だから、キツネだから、テクニックの要はね、なんか殺すって言って、ヤクザって意外と殺さなかったりするじゃん。意外と優しくするじゃん。殺すぞって言いながら、そのなんか、なんかこう、なんつうの、緩急入れてくるでしょ。だから、そういう手口。なんつうんだろう。この灰皿すごいよ。17の頃から使ってるからいい。なんつうの、もう15年ぐらい付き合いだね。そう。確かそう、コメントするのやめたけど、ちょっと気になっちゃうの。なんか囲いを作る手口なの、それ。すごいよ。上等なテクニックいっぱいあるんだよ、そういう。その気を引かせたりとか、囲いにさせるテクニックっていうのあんの。シャンマンとかもうまいよ。これは石でできてる。そう、コメント封じさせる技だね。だから俺がよくやるのは簡単で、バーってコメントが入った時に、バーってコメント、アンチコメントが2、3人でガーって盛り上がってる時あるじゃん。あ、ごめん、今日から俺ブロック入れることになったから。タッと止まるから。あ、今日気分悪いからブロック入れるから、これで止まるから。はい、すいません、タヌキ行きます、すいませんでした、ブロックは勘弁してください、すいません、タヌキ行きます。意外と素直だから。はい、どうもすいませんでした、今日は失礼します、さよなら、別行くんで。また明日よろしくお願いします、どうも失礼しまーすって。すぐ行くからピタッと止まるから。そう、
あのね、ずっとするテクニックっていうか、あのコメントがかそるトークの仕方とコメントがあの伸びるトークの仕方の2パターンを俺持ってるのね。で、コメントを読まないで1個のワードを5分やってストックをする方が伸びる。で、伸びないのは全部米読み全部米読みは伸びない。だからね、あの上手い人ほどね、あの3回に1回ぐらいのバランスで読むね。こいつそろそろかぞるなっていう時に読んであげよう。で、あの面白いコメントだけ拾い続けるね、うん、アンチはいないと楽しくならない。アンチはいないとっていうか、配信者は基本的にあの別にアンチも囲いもあの基本的にあんま楽しくないですよあのね、あのアイテムくれる時だけっす、嬉しいのは、楽しいのは。正直もうぶっちゃけた話だけど、だからもうラーメン屋さんがね、味の素結構入れてますよみたいな話で申し訳ない、本当に味の素結構入れてますようちみたいな話なんだけど、基本的につまんないっすね、はい、花火だけっす楽しいのは花火ください。すいませんね、なんかね、申し訳ない。楽しいの最初だけっす。楽しいのは最初の半年間ぐらいだけっす。もうずーっと辛いっす。ごめんね。花火が上がることだけしか考えてないんで。はい。以上です。いやー、恋みたいな反応つうかね。まあ、バガーありがとうございます。あの、上尺さんありがとう。うん、ありがとう風船。花火がいいな花火よろしく。あ、風船ありがとう。花火がいいですね。よろしくお願いします。花火、うん、花火がいいですね。あー、もう4時間終わるね。もうじゃあこれで終わりにします。今日はありがとう、みんなお疲れっす。長時間いやー、なんだろう。お前金のために配信やってんのかよとかいうわけのわかんないリスナーがいるけど、そうっすねって普通に。そうっすって。金のためっすって感じかな。うん。うん。なんか、金かな。俺金好きなんだよね。すげえ好きなんだよ。うん。金大好きだね。お疲れ。いい、みんなもお疲れ。長時間うん、いやそうっすねってなるでしょ。なんかね、俺ね、リスナーのためにやってるんだとかね、配信好きだとかね、あれ全員嘘つきだと思ってるからそういうこと言うやつほど引退するからね、ヘラって。あれ嘘ついてるからだよ。ありがとうございます、バカありがとう、カオス。あれ嘘だよ。そういうこと言うやつ、なんかリスナーさん大好きとかありがとうとか言ってるやつに限ってさ、すぐヘラって引退するでしょ。あれ自分に嘘ついてるからだよ。お疲れっす。な、俺はあの別にね、嘘つく必要ないし、金もらうときが一番楽しいから。ありがとうございます、アイテムありがとうございます。だから別にゴミだなって言われても金のためにっていう、正々堂々と言い続けたいと思いますね。媚び売る気全くもない、うん、全くないですね。ありがとう、アイテム200個。はい、弓矢さんおつです。逆にさ、逆にもう聞きたいよね。あの、俺金のためにやってねえからって、ふわっちから去れって感じだよ、運営さんからすると。いらねえよお前って。
俺金とかいらねえからアイテム禁止ってキャスやれ邪魔、サーバーに負荷かけすぎて。今日これで終わりだよ。いや邪魔でしょ俺リスナーさんからアイテムこじる気ねえからとか言って、バカ野郎、運営成り立たねえんだよ、うん、YouTube ライブ来たら通報しまくってバンする宣言してるどこでよくわかんねえよ、うん、どこでそれを言ってんの。え、それ URL 貼ってよ、ウラル貼って。あ、ニコ生でやってんの、うん、いや、まあ、ニコ生見ないやわめんどくせえわアカウント一回一回ログインしないといけないのがもうマジでめんどくさい、うん、金もらうとき誰でも嬉しいはず、金ないと生命維持できないだろう。金がまあ大事っすよね、金は、うん、金が一番いいね。まあいないよね、うん、なんか別に普通に欲しいっすね、僕はガンガン欲しいっすね、うん、どんな考えで商売やってんのかな。いや、うん、わかんねえ、別に俺ユダヤ人じゃねえしなんで俺に聞いたんだろう、うん、本田健さんの本読めやいいんじゃない、うん、なんか19歳以下だとなんかセミナー無料で本田さんの家行けるぜ、なんか本田さん若い人だと家に招待するんだよ。何なんだろう、チャンスをあげたいのかな、若い子たちに。いや、あのアメリカのさテレビ番組でさ、あのロバート清崎に投資させてみようっていうさ、すげえ悪どい番組いいよね。金つかまつって不動産投資させてみようぜっつってロバート清崎が逃げるっていうのとかさ、あのロバート清崎が不動産買った形跡が一個もないっていう、あのただの作家だったっていう、ね、ただの妄想を書いただけだったって、あの金持ちお父さんなんか存在しなかったっていうファンタジーだったベストセラーっていうさ、もう超最高だよね、ほんと ESBI クワドラントだっつって世の中最高だよほんとに、うん、赤さまに働けなくなりそうで怖いからスタンス的にはノーアイテムでやってる。いや俺はだから腹くくってるよガンガンくれって言わないと生活成り立たないようにしてるわけだから、うん、俺はもうそれはバイト辞めた時に腹くくったよね、うん、綺麗事言ってる場合じゃねえわっつって、うん、生活かかってっから。いや妄想で、え、知らないの？だから日本人ではあれだけど、アメリカのテレビ番組でロバート清崎を吊るし上げようっつって、結構その詐欺なのバレてるよ。検索したら出てくると思うよ多分。不動産投資全然やったことないし、金持ちお父さんっていうのは架空の、だからそのロバート清崎のその家とかをどんどん追ってくドキュメンタリー番組みたいな。まあまあ働いてる方が精神衛生上いいと思うよ、うん、絶対いいよ。ユダヤ人のラビみたいなヒゲだから聞いてみたくなった。いやユダヤ人じゃないからね、うん、あとそもそもその日中同祖論ってあのなんだっけ、ナチスが広めたんだよね、日本をターゲットにするために。あの第二次世界大戦終わった後、日本を攻め入るために伏線張っといたんだよね。日中同祖論を作ったのはドイツ、ナチスだって言われてる。いやうまいでしょ、
ね、まあ、本で一発当たったらそれで勝ちだからね。ロバート清崎、ロバート清崎ってもうビジネス書で知らない人いないっていうぐらい有名な本書いた、あのなんだっけ、リッチダッドプーダッドだっけ、英語のタイトル、あの金持ちお父さん貧乏お父さんってタイトル、んリッチダッドプーダッド、わかんないけど、金持ちお父さん貧乏お父さんっていうベストセラー書いてる。でそのネットワークビジネス推奨したりとか、あの不動産投資のノウハウっていういろんなこと書いてるんだけど、ほぼ全部嘘だったっていうただの作家の妄想だったっていう。じゃあみんなお疲れ、ありがとうございました、お疲れ様です。トリオツじゃないよ、もう寝るよ。なんで次は変わると思ったの？トリオツではねえわ。なんで勝手に次は強制してるんだよ。寝るわ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。